さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー2012アシスタント選抜総選挙、ゲスナーに誓ってガチです。本日より投票開始です。マンスリーアシスタントたちの屍を越えてゆけ。So much stress. With our variety program. さあ、こんばんは。太田プロの真珠、軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてます、サンデーナイトドリーマーでございますけれども、さあ、来年からのですね、この番組のアシスタントを決定する、ゲスナー投票が番組のホームページで始まっております。番組のね、ホームページを見てもらえば分かりますが、番組ホームページの一番上をクリックすればですね、今年アシスタントを務めた11組の芸人から、芸人が出てまいりますので、その11組の芸人の中から1人を選び、投票してください。皆様の一票で有吉弘行サンデーナイトドリーマー来年のアシスタントが決まります。投票の締め切りは12月21日夜12時。選挙の順位は12月25日生放送にて発表いたします。皆さんどんどん投票してください。まあ、11人の、ね、アシスタント候補1を読んでおきましょうか。インスタントジョンソンの杉さんね、爆が小出、謎の女高松、そして、トップリード、ダーリンハニー吉川、デンジャラス安田、封筒松原、ブラックパイナー SOS、 マシンガンズ、爆が鈴木、そしてアルコ&ピースということでね、総勢11組でございますけれども、まあね、これ誰がアシスタントなのか分かりませんけれども、期待したいところですね。まあ、あの人がなってほしいななんていうのは僕はね一切ございませんね。誰でもいいっていう感じですけれども、まあでもね、まあということで今月12月はですね、アシスタントはなしでお送りいたします。ちょっと待ってくださいよー。わあ、こらこら、もうちょっと短額も短額からじゃないですか。3分花粉あげて黙ってろって言うね。誰ですか。あ、トップリードでございます。トップリードでございます。お願いします。トップリードですか。水間でございます。なぜトップリードかと言いますとね、はい、まあ今月総選挙ということで固定のアシスタントは特に、そうですね、いないんですよ、うん、でまあスケジュールが、まあ、12月師走ということでみんな営業だなんだかんだで日曜日は忙しいんですけれども、その中でもまあたまたまスケジュールが空いている暇な芸人をね、オーダーしましたらトップリードが来ちゃった。なるほど、うん、いや忙しいですよ。忙しいんですか本当に。営業も、入れていただきまして。まあだから本音言うと、まあトップリーダーなんかも結構いつですかね、4月ですか、はい、だったりしますので、ね、はい、結構もう忘れてる、ゲスナーの皆さんもいらっしゃるでしょうし、そうですね、ね、よくわかんない、思い出せない。いや、そんなことないじゃないかな。思い出せないはちょっとやだな。なんかキングオブコントでもどんなコントしたか思い出せないみたいなね。ちょっと薄めのトップリードです。それはね、それを言われるとちょっとね、痛いですけども。でもこの中でね、うん、逆にその、キングオブコントに出たのは、うんうんうん、我々だけなんでね、決勝に出たのは。ね、ちょっとまあゲスラーの皆さんにも思い出してほしい、思い出してください僕らの。でまあそのなんかキングオブコント賞レースに出たっていうねイメージもありましたけど、アルコ&ピースも出ちゃうということでね、そうですね、ちょっとその辺も、まあ先月でしたしね、はい、ちょっと印象が強くなっちゃってると思うんですよ、アルコ&ピースの。ああそうですね、アルコ&ピースを期待されてた。だからちょっとやっぱりほら、うん、また記憶蘇って票数が伸びるようにちょっと今回、そうですね、ね、今日そうですね、お願いします。ということで、だからまた来週からもまたいろいろ過去の、こうやってどんどん変わっていくんですね。なるほど。メンバーが来てくださいますので、リスナーの方も誰が来るのかお楽しみにしてください。はい、はい、まあ、お楽しみにっつってもね、はい、今まで来たアシスタントの連中しか来ないですから。いやでもね、すごいラインナップですね、これ。各々に楽しみなメンバーはいるでしょう。謎の女っていうのはどういうことですか。謎の女ですよ。
謎の女高松謎の女ではない、謎の女ではないでしょ、別にこれ楽しみですね。今日たまたまね、なんかイベントでね一緒になったの高松、高松がなんかちょっと MC してみたいな、俺がゲストでみたいなイベントがあったんですけど、もう完全に俺よしよしかもう人見知り大発動うわもう人見知りあやさんをご無沙汰ですって来たけど、あ、どうもよろしく。うわ、超怖えよ。ありえさんの人見知りビクビクするんですからね。そういうのは超怖いんだよ。ということで、はい、今回はまあトップリードということでございますので、いきましょうか。はい、はい、はい。有吉弘行のサンデーナイトドリル、今夜も最後までお付き合いください。スネイナイトドリーマー、ライブオンエア。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてます有吉弘行のサンデーナイトドリーマーです。はい、スタントはトップリードです。よろしくお願いします。お願いいたします。すいません、さあ生放送でございます。メッセージ募集いたしましょう。はい、今週のアシスタントはキングオブコントで最低の順位を叩き出したトップリードさんということでこちらでございます。書いてあるっていうのが、ね、今年最低だった出来事いやもういいよそこエコー使わなくても。もう彼女にひどい振られ方をした、会社に給料を払ってもらっていない、最低、新車をぶつけられた、会社などついてないこと、最低だったこと、何でも OK でございます。はいはい、ということでメールは有吉弘行のサンデーナイトドリーマーのホームページにあるメールフォームから送ってください、はい、ホームページアドレスは www.jfn.co.jp/dreamer です。携帯電話からも送れます。はい、ということでね、はい、まあよかったメールなどにはパンという名のポイントプレゼントしております。パン、あ、パン、今なりましたね。あ、こういうことなんですね。10個ポイント貯まりますと若月千夏さんがプロデュースするダブルCのグッズ差し上げております。ダブルCのグッズ、ぜひぜひお願いいたします。あ、なるほど。さあトップリードさんね、ちょっとねメール来てますよ。早速早くない、反響が早い、早いですよ、やっぱりね、はい、待ち望んでたのかもしれません。 ありがとうございます。トップリードでございます。ラジオネーム F 子 F 次郎、今日はトップリード、マジか、本当にずっと待っていたので嬉しい。わあ、嬉しい、ありがとうございます。なんて忘れてた。なんでコントが日本で一番下手くそなやつらが出てきてんだよ。おいおい、ちょっと話変わってきてるぞ。おい JFN、お前らバカなのか。なんで出入り禁止食らってるやつが来てんだよ。いやいや、半年ですからね。半年ですか。トップリード、はい、アシスタントしたかったらな、はい、小地春の陰謀3本盗んでこい。バカじゃねえの。忘れてた、忘れてたこの感じ。そうだった。もうもはや若干気持ちがいい。今小地春の陰謀でちょっと引いてますからね僕。あ、そっか、こういうラジオだったわ、忘れてた。FM 群馬黒羊、今月のアシスタントトップ、あ、今週のアシスタントトップリードかよ、うん、なんでキングオブコント最下位で恥かいたやつらなんだよ。恥かいてないよ。ザ・漫才で最後の16組に入ったアルコ&ピースが延長でいいじゃねえか。お前ら2人は戸樫先生の作品とか興味ねえだろ。アシスタントなんかやってねえで早く明日発売のジャンプ買ってこい。なんでだよ、ひどいわ。なんでこんな言われようされなきゃいけないかな。騙しやすけしトップリード、オープニングからうっせえ、帰れ。うっせえってことないでしょ。てめえらの汚え指先を毒蛇にかませるぞ、帰れバーカ。お前らはアシスタント選手権11位で消えていくぜ。最悪、これここ最ったっ、ここ最下位はもうほんと最悪。ここ最下位は、ね、やだよ、謎の女には勝ちたい、勝ちたい、謎の女には勝ちたい、謎の女には勝ちたい。これ最下位はもうやめてください、ほんとにねえ。ひどいな、ね、普通のねメールもね、まあ他のも来てるんですけどね、FM 群馬プチ豆、今アシスタント選手権に、投票したんですが、はい、もうなんか杉とかあんまり覚えてなくて。この間やってた、ほら先月、ほらあいつ、うん、あいつらに入れておきました。先月忘れちゃってるから。おかしいでしょ。ホームページにあるんでしょ。書いてますよ。杉さんの場所が1月ですからね。杉さん、杉さんはね、そうですね、それ忘れちゃいますよね、まあ、去年ですからね、去年ね、うん、ラスト FM 長野おなきち、
アシスタント総選挙の投票しようとしたのですが、なぜか武井絵美ちゃんの選択肢がありませんでした。これはスタッフさんのミスでしょうか。もし武井絵美ちゃんがアシスタントになったら、うん、今までの下ネタ全部捨てて頑張っている人を応援するような番組にしていきたいです。それがダメなら北大路欣也をアシスタントに置いてボッコボコにしていきたいです。お前頭おかしいだろ。なぜこいつがしていきたいって。そうですね。どの立場にいるんだよ。何様のつもりでもない。このガラスの向こうに座ってみろよ。いやでも本当に武井美ちゃんはねちょっとまあ。選択肢に入ってないんですよね。そらそうでしょ。なぜ来てないんでしょ。なぜか教えましょうか。バカさんの言う通り、はい、来てないんですよ、ね、そうでしょ。そらそうです。さすが鋭いな。聞いてなくたって分かるわ。バカは鋭いよ。当てちゃうんすよね。僕こういうのさすがさすがやっぱり昼なんですの前説してるだけで。そうですよね。毎週ね金曜日やっております。あの昼なんですさ2時間終わってさ、はい、最後スタジオの外でお前らなんかみんなに挨拶してはい美容室はい出てくるの待って挨拶します。あの時の顔死んでるぞ二人とも。気をつけないと南原さんとかナーバスになっちゃうかもしれないぞ。マジですか。もうちょっと笑顔で迎えてくんだけどみんな笑顔で、うん、2時間見っぱなしでお疲れ様でした最高の2時間でしたっつってみんなに言わなきゃだろう。ちょっとやっぱ疲れたな2時間っていう顔してるもん。ああマジですか。それは良くないです。なんでこんなダメ出しを。リアルトーンでやめてもらえますか。元気にいこう。ということでね、まあアシスタント総選挙はね、番組のホームページ一番上をクリックすれば投票できますので、お願いします。お願いするということでね。お願いします。本当にお願いします。いかがですか。久々ですけれども。はい。いやなんかいろいろ忘れてましたね。このメールで今ちょっとガツンとパンチを食らった感じが、うん、なんて言うと思ったかっていうね。懐かしい感じがいいですね。ですね。でもまあでも本当にそれこそまあ再会事件ですよね。事件、うん、まあ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 ここの番組で、はい、まあリスナーに向けて優勝宣言、はい、爆笑宣言しといて。な結果グの根も出ねえ最下位そうですねことでしたからそれはそうですね。本当にもうあれでかなりのリスナーが離れていきましたよ。この番組は嘘を言うんだなとか。いや言ってないじゃないですか。だって有吉さんお前らは8位だっつって出ました。俺の予言は当たりましたけど。あのロスで超怖かったんですかね。本当にだから最下位だったからもうこの世界やめるのかなと思ったんですよ。その実力査定の場に出て はっきりしたわけじゃないですか。いやで、まあ、ちょっと3028組の中の8位ですからね。そこを忘れてもらっちゃ困るんですけど。そういうとこですよ。まあまだねちょっとしがみついてるというかやってらっしゃいますけど。いや他にしがみつくものがないんで。仕事はどうですか。順調にやっぱり減ってますか。いや今の言い方だっておかしいでしょ。どうして8位取ったら順調に減るんですか。でも最下位。いや増えましたよ、ね、増えましたか。学祭も僕ら1個もなかったのが増えましたし、はい、3つぐらい学祭アップじゃすごいですか。もう学祭キングみたいな。いやキングとまでがいかない。それは8位ですから、はい、キングとまでいかないですけど3つぐらいですよ。3つぐらい、はい、学祭3つ12月みたいそうです。11月、はい、少なくないですか。だって全盛期の仙道明穂さんに仙道明穂さん、はい、学祭クイーンって呼ばれた仙道明穂さんとかさ、はい、やっぱその誰だね杉本彩さんうん、すごかったんですか。とかやっぱりすごかったら100校とか200校近く、やっぱあったみたいな。僕ら1年なら営業増えたって言えますけどね、はいはい、1年に3つも入んなかったんですよ学祭も。10年で多分2校ぐらいしか行ってない。それがもう1ヶ月で3つっていう、はい、俺はもうでもやっぱりさそのいわゆる生き物係とか、いやだから例えばゆいとかね。いやゆいはあの辺はもう結構な数行ってたらしいよ学祭なんかも、まあ、比べるところがちょっとおかしいわけであって、まあ、なんでよ。いやヒット曲とかありますよね。でもさやっぱり生き物係にしろ仙道明穂さんにしろさやっぱ仙道明穂さんもさだって、はい、それこそブルーリボン賞を取ったわけじゃないしさ、はい、で唯あの生き物係だってさ日本レコード大賞を取ったわけじゃないじゃん。はあはあ、まあいわゆるだからキングオブコントで優勝してないのと一緒の状態なわけじゃん。まあそうですね。だけどやっぱりクイーンとかになっていくわけじゃん、はい、それはやっぱりなんか魅力があるんだろうね。そのやっぱ賞じゃないところのね
ねえ、やっぱお前らとやっぱ賞も取れなかった、はい、で学祭にも3校立った、はい、ってなるとさ、やっぱりこれは本格的にさ、はい、やっぱ魅力がないというふうに考えていいんじゃないかな。魅力ないな言い返す言葉がないなないんだよ。そらもうないもの。ないね。ないですか。鮮度あるのには負けますよ。それは。そうだ、あのソバージュ見たい。見たいでしょ。やっぱり鮮度は今日はなんで呼ばれたんですかね。なんで魅力ないように言うね。いやいや、今の仙道さんしか知らないからだ、それは。いや、昔だとしても歌ですか。歌じゃない、あれカンチのちょっと前ぐらいカンチって言った人でもないですからね。それ言ったのドラマの前だよ。東京ラブストーリーに出るちょっと前ぐらいでしょ。あ、何をするの。ちょっとなんならグラビアアイドル系よ。グラビアアイドル系として呼ばれてたんだから。あ、トークですか。トークと水着でしょう、やっぱり美貌でしょ。その美貌なってたんすか。なってました。全然マジカルズノーパワーよりももっと前ですか。マジカルズノーパワー2000度秋を出てたな。出てました。あれはでも学祭が落ち着いてからだ。あ、落ち着いたから。落ち着いてから完治の後だね。基準なんですか。完治ライン何なんですか。完治ラインはほなみちゃんか。あれはほなみちゃんなんて言ってたら怒られるぞお前。そうですよ。まあでもだ、今年最低だった出来事といえばだ、それですか。じゃあ、いやいや最高でしたよね。え、まあ、いい舞台に立たせていただいて。なんて言われたの、周りから。芸人仲間とか。面白かったのにね。面白かったのに。よくやった。戦った戦ったねって。戦ったっつってもな、それはでも3000何組みんな戦ってんだもんな。いや、そうですね。でももっと戦えてたんじゃないですか。僕らの方が8組残れたわけですから。いやでもさ、あのキングオブコント予選で敗退したやつらの方がさ、次の年に向けての始動が早いからさ、お前らよりもっと早くたくさん戦ってるかもね。いや来年に向けてはそうかもしれないですけど。いやでも、まあ、でもお前らも出遅れてるだろう。出遅れてないですよ。ある意味あの舞台に出ただけでちょっとはやっぱ、あのダウンタウンさんの横に立てるっていうだけでちょっとこうグッと引き締まるものは、ね、多分そこでは学べないですよね。それはなんか人のふんどしで相撲取るみたいなもんだろ。どうしてですか。ダウンタウンさん、なんでですか。ダウンタウンさん隣に俺は行ったんだぞみたいな意向を俺に振りかざそうとしてるんだよ。ダウンタウンさんの名前を出したら俺が文句言えねえと思って。そういう意味って言ったわけじゃないですけども、そういう経験はできないわけですからね。やっぱ1回戦2回戦負けた人にとってはね、うん、俺もな。いや俺もそれは経験できないよそれは。まあそうですね。まあだからキングオブコントのこれはもう全面戦争だな。いやちょっと待ってよ、なんで全面ですか。これだけの話で全面までいきますか。ライブハウスではどうなの、あれ以降お客さんの反応とか周りの芸人がちょっと一目置くみたいな、トップリードさんこれは取りにしましょうみたいな感じになるの。そんな変わんない。まあ変わんないですね。変わんないの。そんなに変わらないですよ。じゃあ出た意味ないじゃん。いや、そのだからあれしたわり、そうやってライブシーンで粘れるなみたいなことを言いましたけど、うん、そんなことは別にないの。鬼ヶ島がねライブ出なくなりました。ああそう、なんで。もうやめ、ちょっと事務所の売り方がちょっとガッと変わったっぽい感じします。単独前っていうのは、まあ、そういうのもあって、はい、ちょっとまあ減らしていくみたいな、はい、僕らもでもライブは減りましたよ。でも減った、減りました。なんでよ。やっぱだから事務所がやっぱこう選ぶってこと、多少移行してってんですか。こう売れていく道筋を作ってくれてるんじゃないですかね。営業も入り出して、うん、天狗だな。ライブ天狗。ここに来て天狗に仕立てられる。まあ俺は減らさないよ仕事。まあ俺はね仕事減らさない。ライブの話ですよ。ライブ出ますか。ライブはやんないけど、テレビの仕事減らさないよ俺は。まあ、ああ増えればいいですけど、ちょっと心配だな今後のトップリードが。俺は正直。いやそうですか。そんな、あライブ出たいですよ僕。僕は出たいですから。石田ちゃん祭りとか出てないから。出たことないです。あんなライブはもう出ないってことだ。いやあんなライブだってないよ。一回も出たことない。出たことないから分かんないです僕らは。そう、出て知らないでしょ。ちょっとこれ心配だな。ちょっとブレイクしようか一回。ブレイクしましょう。すいません、すいません。スネイナイトドリーマーライブオンエア。
シスタント総選挙、あなたは誰に一票入れますか。東京半蔵の JF のスタジオから有吉弘行とトップリードがお送りしております、うん、有吉弘行サンデーナイトドリーマーでございます、ね、はい、します。さあちょっとメール紹介いたしましょうか。先にね、はい、メールテーマ今年最低だった出来事ということでございますけれども、はい、はい、FM 岡山不器用なサウスポー、今年最低だった出来事はクラス分けで知り合いが一人もいなかったことです。あ、でもジャンボダディ有吉さんに相談させていただいてだいぶ気持ちが楽になりました。そしてだんだんクラスにも馴染めてきました。この番組には本当に感謝しています。ジャンボダディ、ジャンボダディ、ジャンボダディやるよ。ビッグダディって知ってる？子供13人育てる。ああ、はいはいはい。あの人の師匠がジャンボダディやるよし。子供0人だけどね。F4 人。意味がわかんない。おなきち。ホーリュさん。ホーリュさんっつって。あくびとタイミングが重なっちゃったんだよね。あ、なるほどね。うん。有吉さん。本当にごめんなさい。お。僕の最低だったことは、一回だけ。一度だけ、はい、武井絵美ちゃんではなく熊田曜子で抜いてしまったことです。抜いた後全然気持ちよくなかったし罪悪感で押しつぶされそうになりました。本当に申し訳ございませんでした。これからも武井絵美ちゃんを心に留め綺麗に抜いていくのでイエローカードだけは出さないでください。熊田横で抜いちゃったか。いやいや、何このメールの。メールが一番最低ですよ。どういうこと？いつもはじゃあ竹井美ちゃんで抜いてるってことだな。いや、もう、ラジオネームおなきちさん、イエローカードです。何イエローカードって急にその制度イエローカード入っちゃったよ。何枚目だ君。何枚目だ。気をつけないとね。気をつけないとネット出ちゃうよ。FM 群馬プチマメ、僕の今年最低だった出来事は僕の学校の体育大会で僕の出た3つの種目全部失格になったですが、まあ最下位で恥かいたトップリードよりはマシですけどね。ここで来るか。びっくりした今の。体育大会で3つの種目全部失格って何なんだよ。何したらな、何したらそうなるんだろう。フライングとかってことですか。フライングとかは分かるけど、あ、だってそう、綱引きとかで。そうだよな。何ですか、失格とか。軍手をしてたとかね。綱引き。さっき身が悪い。FM 福井部費同定と、今年最低だったこと、友達に AKB の CD を貸したら大事にしていた AKB の CD に、思いっきり傷をつけられました。マジ最悪でした。おいトップリーダー、来週発売する上からマリコを30枚買ってリスナーにプレゼントしろ。この性犯罪者どもが。今忘れてた。おかしいだろ。忘れてた。そうだ、俺ら性犯罪者だったんだ。いや、性犯罪者ではねえよ。忘れてたよ。仕立て上げられてる。あの曲さっきかけようと思ってかけれなかったんだよな、あれ。はい、袖から、うん、袖からマリコ。上から。普通ですよ。NGK の舞台の袖からマリコ。どうも。出てくるだけじゃないですか。袖からマリコ。ブレイク？ブレイク？一曲。お、袖からマリコ行く。はい。じゃあ袖からマリコ。上からマリコですよ。はい、AKB で上からマリコ。さあ、ドブからトップリードということで、上からマリコです。全くよく分かったの。俺全然分かんなかった俺。悪口言われたのと。ニュースいく、ニュースいき、ニュースいきましょう。はい、ではいきましょう。この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます。はい、まずはこのニュース。ザ・漫才15組が決勝進出。今月17日に行われるザ・漫才2011年間最強漫才師決定トーナメントの決勝進出者15組が発表されました。年間最強漫才師？はい。そんなことはないでしょ。いや、もう最強15組ですからね。ブラマヨ出てないでしょ。いや、
そう。フットボールアーも出てないでしょ。さあ今から読みますよ。リアルも出てない。今から読みます。アンタッチャブルも出てないぞ。何が年間最強なんだよ。今から読みます。16秒。オールマン新巨人賞は出てないじゃないか。そうですけれども、さあ15組選ばれましたよ。呼ばせていただきます。囲碁将棋ウーマンラッシャーはエルシャラカーニ、学天速、磁石、スリムクラブ、チキチキジョニー、千鳥、テンダラー、ナイツ、ハイハイ。博多花丸大吉、ハマカーン、パンクブーブー、そして先月のアシスタントを務めてくれたアルコ&ピースです。なんで途中でハイハイって言うの、アイノキ、ハイハイ、ハイハイ、ハイハイっていう漫才結構芸歴なの。ハマカーン言いたいだけだ。一番言いたい、響きがいいですよね。有吉さんが一番言いたい名前、ハマカーンでございますね。なんだっけ、あの決め台詞、あいつらのハマカーンの鬼畜の諸行みたいな。そう、ゲスの極みです。ゲスの極み。よだれよだれめちゃめちゃ。さあ大会と、じゃあスリムクラブさんですね。鬼ヶ島はどこですか。意外と似てた、ね、意外とうまかった意外と来れたら、はい、大会当日にワイルドカード決定戦を行い、うん、勝ち抜いた1組の計16組で争われるみたいです。なるほど、はい、富樫固定コンビのアルコ&ピースに電話してもう一度優勝宣言をしていただきましょう。なるほど、繋がってますか。もしもし、もしもし、お酒井くん。あの平子ですね。あの平子さ、はい、今日ね、はい、このラジオ終わってからさ、はい、あの高井さんはちょっと仕事が溜まってて来れないんだけど、はい、山川とさ辻君とさ、はい、福田でさ、はい、とあとまああの滝沢とかさ、はいはいはい、吉川とか、はい、でさ、はい、ちょっとなんか飲もうかっつってんの。ラジオですよ。行きたい行きたいです行きたいです。お前来れる。あ、行きます行きます。明日のスケジュール大早く早かったりしない。大丈夫です大丈夫です。あ、そう、じゃあまたじゃあ後で吉川なりに連絡取ってもらうね。いやラジオ何この電話。有吉さん、うん、じゃあ、じゃあまた後ほど。今の話の流れから関係ない話でしょ今。ザ漫才の。平子っちもダメだよ。普通の電話対応しちゃダメじゃないよ。優勝宣言を。候補ですよ。そうでしょ。そうだよ。そうだよ。そうだよ。さあ、うん、それでは、はい、アルコ&ピース酒井さん。平子です。有吉さん。はい。あのやっぱり、番組の方もその電話で出演となると、自然的には酒井じゃなく僕に来るようになってるんですよこれは。いやちょっとそれコンビ間のバランスも分かんないです。ちょっと声じゃね特徴のないお二人なんで判断できづらいもんですから。そうですか。さあアルコ&ピースさん、はい、残りましたね年間最強漫才師決定トーナメントに。いやでもやっぱりあのこの番組に関わらせてもらったおかげなんじゃないかなって。本当にこの番組のいい流れを呼んでくれるっていうか、あの司法試験になんか受かったリスナーの方もいらっしゃったじゃないですか。うるせえな、つまんねえな、やらなかったよ。毎回毎回つまんねえ長話しやがって思うやろ。まあでも今日はそれでもね、今のテレビ時代に向いてないのお前は。いいか平子、お前ごときんなそんなに時間取ってくれる番組はないぞ。だん、はいだろ。じゃあせめてこの番組で撮ってくださいよ。そしてな平子もう一つ言っとく、はいはい、この漫才コンテストには、はい、ブラマヨもフットボールアーもアンタッチャブルもダメダメダメ、オール阪神巨人師匠も出てないっていうことを肝に銘じとけよ。いいな平子、なんだよこれ。分かった、こんな電話かかってくんだぞ。有吉さん、俺今日誕生日なんですよ。じゃあお前家でパーティーしてんのか。いやもう終わりました、今嫁の実家にいるんですよ。どこだ実家は。嫁の実家に。じゃあ来れないじゃないかこの後。いや行けますよ、もう全部終わりました。ああもう一通り。じゃあちょっとあれだ、もうちょっと時間ないからあれしてくれ、ザ漫才で優勝するっていう宣言を。はい、あ、はい、私としてアルコ&ピース皆様のおかげで残していただきました。ゴンのように実直に、キルアのように冷静に臨めればと思っております。よろしくお願いします。優勝すんなら、はい、優勝してきます。よし、じゃあ俺が断言しよう。はい、アルコ&ピース、お前らはな16組中最下位で恥かいて、うわ
仕事がなくなって酒井は芸人を辞めるよ。うわ呪いがかけられた。これ鳥取リードにかつてかけられた呪いじゃないですか。そうだぞ、この呪いはな、本当に本当のことが起きるからな。Stay Night Dreamer Live on air。 さあニュースを引き続き。わかりました。はい、続いてのニュースはこちら。今週の AKB48。 あ、上からマリコがかかりましたけれども、それからニュースマン。いやもうそれなんちゃえ席から我が顔面ネタやるんじゃないよっつって袖からニーズマン出てきちゃうの、いきなりで客席で見てた若はさ驚いちゃうんだ。あいつ瓶で始めちゃう。どういう設定ですかそれ、意見が分かんないんだけど。いや俺なんで客席にいる、客席でいますか。客席でいるの、やめようっつって言うの2人が、うん、もう芸人やめようっつって、うん、もう普通の生活しようっつって、うん、で我がはちょっと懐かしくなって、うん、鬼ヶ島かなんかのライブを見に来るんだ。なるほど。そしたら前座で新妻が一人で元気に出てくる。悲しいわ、なんか。それから新妻が若者もさ、話が違うじゃねえか。客席から。悲しいわ、なんかその設定。行けよ、会えないですよ。全然悲しい。あなたが達成したんでしょ。とんでもない達成。 AKB48 が全380種類の公式トレーディングカード、うん、AKB48 トレーディングコレクションを発売しました、うん、それを記念して JR 山手線とJR 秋葉原駅の構内が AKB 一色となっております、うん、でも絶対乗らない俺。待って、いよいよ AKB48 24枚目のシングル上からマリコが上からニーズマ、だから客席から我が、いや違う違うんそんな歌じゃない、悲しい歌。来週発売になりますシングル5作連続でミリオン達成となるのでしょうか、うん、そして楽屋から有吉何があった、何があったAKB48 と人気を二分する実力派俳優の香川照之さんが NHK のスペシャルドラマ「坂の上の雲」の第2部で結核のため壮絶な最後を遂げた正岡子規を演じた際17キロ減量を強いたことが明らかになりました。AKB48 とやっぱ香川さんだったらお前どっちを応援してる今。大体もう二分どっちか派だもんね。AKB 派か香川派じゃん。どっちもはいないんですね、じゃあ。どっちもはなかなかいないよね。どっちもはいない、うん、なんかハンバーグかスイカかって言われてる感じがするんですけど。下手たとえそうですね。だったらもうなんかドラクエぐらい飛ばしてる、ね、ハンバーガーか食べ物だったからダメだったのかな。これ全380種類の公式トレーディングカードってさ、はい、あれかな、1個ぐらいはさスペシャルカードでさ、うん、入ってんのかな、あれ。いやそれこそあるんじゃないですか絶対。大島優子の陰謀とか、いやいやあれあるじゃん、あとあのないよ、ね、パンティーを切り取ったやつ、エロ本、使用済みパンティーのエロ本じゃないんだ、布ザベストじゃないんだから。れこれひょっとして股が股のところにさ あるじゃん、エロ本とかで。エロ本とかはありますけどね。 あんのかなこれ。あれ本当に履いてるやつは切ってる、入ってるんですか。いやだから俺それね、ちょっと夏子とも話したことあるんだけど、うんそこエロ本についてる使用済みパンティってさ、うん、あれをさ多分本当に履いてないさ、うん、ものにさなんか匂いつけて、うんうん、捏造したとするじゃん、はい、今時エロ本を作ってる人たちがさ、うん、今時エロ本作ってる人って相当根性入った人たちじゃん、こんだけネットでエロがある中、ね、うん、俺そこは誠意があるんじゃないかなと思ってるんだよ。エロ本についてる使用済みパンティって、うん、エロ本屋の意地がありそうじゃないそこ。まあまあ熱弁されてますけど、鼻の下に汗をかいて熱弁してますけれども、言われたらある気はしてきますけどね。でも俺はそれをさ信じてるなるほど、はい、いやいい。だからこのトレーディングカードに入ってるその使用済み、書いてない、これ書いてない、書いてない、何すり替えてんだパンティは入ってませんよカードにパンティ入ってるってどういうことなの。ニュースに嘘足しちゃダメですよ380種類ですからね、はい、
まあ、何かしらシークレットあるでしょうね。シークレットあるでしょうね。うん。で、24枚目のシングル上から。これ言っちゃうとすぐ言っちゃうからダメだな。ダメ、これもう。それからニーズが言っちゃうから。次からは、はい。ニュース以上。はい。はい。はい、コーナー行きましょう。あいつこんなこと言ってましたです。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。これ知らないでしょ。知らないです。そうですね、新しくやってますからね。はい、はい、楽しみです。ラジオネームぶんなでる、あゆさん、うるせえバカこと松岡修造の野郎が自身のホームページで配信している応援メッセージという動画コンテンツでこんなこと言ってました。動画のタイトルは見かけで決めてしまうあなたにです。動画が始まると囚人服のような青白ボーダーの服を着た松岡修造がカメラに向かって、お前どうしてすぐ見かけで決めんだよと怒ってきます。そして、冷めてんじゃねえぞ、こっち見てみろと言って、たらし餅という山梨県の郷土料理が乗った皿を指差し、ホットケーキだろと言います。え、何何、たらし餅という郷土料理が乗った皿を指差し、はい、ホットケーキだろと言います。はい、はい、直後、隣に座っているエプロン姿のお母さんに、これホットケーキですよねと小声で聞き、違いますと言われるや否や、それをかき消すかのような大声で、違うんだよ、見た目で決めんなっつっただろうと怒鳴ってきます。おいバカオカ、感情入り混じりすぎだろ、情緒不安定か。そもそもな、わざわざお餅を出していただいてるのにホットケーキだと決めつけ、その店をなかったことにし、挙句動画のタイトルが見かけで決めてしまうあなたにって失礼極まりないだろ。錦織圭のエア系で股間を打ち抜かれた後、ウィンブルドンと叫べ。ちょっとあなたのメッセージは何だ。長い長いです。ラジオネームモンド、和製デイブ・スペクターさんことテリー伊藤さんが今週の『スッキリ』で今年の『紅白』のサプライズゲストについて、レディー・ガガさんがいいですねって言っていました。は？レディー・ガガさんなんて呼んだらな、小林幸子と被って紅白で、紅白だかなんだか仮装大賞なんだかよくわかんねえよ。紅白のサプライズゲストは有吉さんに決まってるだろ。白い雲のように歌いながらメガ幸子さんに向かって感謝するから、あんたも一緒にスッキリでしょ。できるわけないでしょ。ってこと言うんだよ。どんな紅白だよ。メガサチコにしてみればもうガンシャというかもう目薬程度にしか思わない。まあでかいですからね。俺もやっぱ37歳のやっぱり射精量になっちゃってるから、うん、いや知らない、18ぐらいの時の感じじゃないよね。いや知らないですよ。少なくなった勢いは、うん、少なくなってんだな。FM さん、島根の長方形、癒しのジャージー牛こと優香が年賀状頭が一番面白いんだよな。チクリはね、あのね、そんなでもない。癒しのジャージー牛こと優香が年賀状作成ソフトの会見で、これまでは仕事の関係者には着物を着た写真を送っていて、プライベートの友達は20枚ぐらいですけど、全部手書きだったんです。その年も、その年の干支も筆で書いていたんです。でも黒い筆だからどうしても地味になるんですよね、と言ってました。おい、ホルスタイン、プライベートの友達20人だと？それは地元に友達が一人もいない我らのおまんじゅうこと有吉さんへの当てつけかよ。かわいそうと思うならな、乳首に墨汁塗って、チクタクを取って有吉さんに年賀状送ってやってください。お願いします。お願いします。テンションがおかしい。最後のお願いしますのメッセージなのかな。ネフム長野おなきち、陰謀の天使こと小島春奈ちゃんが自身のツイッターで、これ言っちゃいけないっつってんだけど、ずっと言うのよ。アイドルが陰謀って、ダメ、アイドルってさ、陰謀生えてるって思われたくないじゃん。だってそこかな。パイパンでしょ、やっぱアイドルイコールパイパンだから。まあ小島春奈ちゃんもそれはだからパイパンにしているはずよ。もうリアルに想像しちゃうから気持ち悪い。陰謀の天使は小島春奈ちゃんが自身のツイッターで、たくさんのお花と愛犬の画像を貼り、こんなことをつぶやいていました。今日いただいたお花、クリスマスで可愛い。クリスマスで可愛いだ、お前ふざけてんじゃねえぞ。この世にお前より可愛いものなんてないんだよ。
あれ最近なんて色気が出すぎてていつ見たって脳殺されちまうじゃねえか。あれ絶対一生応援するからな。そしていつか必ずお前の陰謀手に入れてみせるぜよ。メッセージ何なんだよその大冒険感覚で。MM 福井太平実写版俺の屍を越えてゆけの林家正蔵こと林家こぶ平のプライベートに公開されていました。逆ですよ。芸名がこぶ平となったのは次男の三平がお兄ちゃんはこぶとりだからこぶ平がいいんじゃないかと言ったのがきっかけで、本人はこぶ平という芸名に不満があったらしく、後にこのエピソードなどを挙げ、うちの親父は弟子の名前をつけるのが下手だったと言っている。はあ、芸なし豚男が何を偉そうなこと言ってんだが、お前なんてずっとこぶ平でいいんだよ。大丈夫かな。おいおい、これあれ、それはもうあなたがブログで書きなさい。大丈夫かな。ブラブラ大丈夫かな。有吉さん、サンドリの流行語大賞受賞者原田大二郎さんが、いや大賞取ったんですか。1年半ぶりにブログを更新した。それは興味がある。内容は劇団 NLT プレゼンツの新作喜劇に出演するというもので、長々と安い演技論を熱く語った後、長々とスケジュールと料金をしっかり書いていました。大二郎よかったなお前、みんなお前のこと心配してたんだぞ。これでホームレス卒業だな。稼いだお金で腹いっぱいうまい棒食べろよ。最後に大二郎、また選挙に落選して俺たちを笑わせてくれよな。あなたのイメージは間違ってるぞ。あなた大二郎さん大丈夫かな。ラスト怖いんだけど、 MM クイブヒードテート、大島バージン優子の野郎がフライデーでまたも下着姿を堂々と披露していました。おいおい、大島優子じゃんよ、お前の下着姿はすげえ可愛くてエロいのはもう十分分かったから、ダブルCっていうブランドの高い割にお粗末な服しかリスナーにプレゼントしないこのラジオに、年末年始1枚ずつでいいから下着送ってくれないかな。ほんと頼むよ、それが嫌ならあっちゃんのでもいいからさ。執着してる。下着と陰謀への執着がすごいすごいですね。そのメールは読んじゃダメなの。これになんで赤い丸がついてるのかよくわかんないんですよね。ブレイク。さあ有吉弘行サンデーナイトドリームね、1時間が経過しようとしておりますけれども、ああ相変わらずご無沙汰ですけれども、あっという間に楽しい1時間でしたね。こっちはね、そわそわしちゃうね、ちょっとやっぱ俺またやっぱりトップリーダーにもすでに人見知り発動しちゃってくる。いやもうそう。1時間経った後にここに来て発動します。発動すんの、なんか久々なのに、なんか久々じゃない感じでやっちゃったなと思って、俺自分が自分で恥ずかしくなって急にまた人見知り発動しちゃった。そんな恥ずかしいがることじゃない。すごい目になったんです。 FM サインラジオネームブーミン、おいトップリード、あれずっと最下位いじりをされてるけどな、お前らの目の前でヘラヘラ笑っている男は一本グランプリで散々リベンジだなんだ煽られた挙句ホリケンに負けてる一本クソまんじゅうなんだぞ。まあお前らが最下位なのは覆しようのない純然たる事実だけどなと。これね、これをクソみたいにいじってくるんだよ。一本グランプリって悔しいですかやっぱり。いや俺別に悔しくもなんともないしね、俺はで最下位ではないから、サドンデスまで行ってるわけだし、最下位はまあいるわけだから他に。まあでも一応負けたってことで、負けたら負けた。でも俺言いたい、このラジオネームブーミン、はい、こいつあれだからね、あのこのラジオにハガキ送ってきてる、メール送ってきてるやつの中で最下位だから。最下位いただきました。お前最下位だと俺は思ってるからね。何クソみたいにニヤニヤしてやがるんだ、ラジオの前で。ラジオの前だしね。そういうことバカ野郎さ、聞いてる俺の方が面白いんだ。バカ野郎。すいませんね、どうも申し訳ございませんでしたね。すいません。さあ一部の地域の方とはこの時間でお別れでございます。また来週も聞いてください。お相手は
有吉弘行とトップリードの和賀と新妻でございました。この後も聞ける方引き続きお願いいたします。さあ12月4日日曜日、時刻は夜9時を回りました。改めましてこんばんは、有吉弘行です。はい、今週のアシスタントはトップリードです。よろしくお願いします。お願いします。東京ハンドの JF のスタジオから生放送でお送りしておりますサンデーナイトドリーマーでございます。はい、はい、さかりお茶を、はい、茶をこくると今有吉さんが今日は水下が回らないそうですね。お疲れですか。お疲れちゃーんちょっとお疲れちゃーんの方なんじゃ、忙しいですからねお疲れちゃんですよね、やっぱりね。1年ぶりぐらいに上島さんと飲みましてね。え、あ、そんな飲んでないんですね。飲んでなかったんですよ。仕事終わりの打ち上げなんかも俺は全部抜けて、はい、全然一緒に飲むことなかったね。1年ぶりぐらいに飲んだんですかね。まあ、焼肉屋さんで飲んでたんですけど、はい、ご機嫌なようで結構お酒いかれてましてね、はい、結構ベロベロになりまして、はい、どれぐらいかな、2時間ぐらい飲んだんですかね。上島さんトイレ行って帰ってきたら座布団の上で滑っちゃって、焼肉屋さんのあの鉄板あるでしょ、はいはい、鉄板、まあ、いわゆるテーブルの上にドガーンとこけちゃったの。テーブルの上に乗っちゃったの。こけてこけてで、ガラスがグラス全部割れて、鉄板にちょっと手ついて、うわで、うわーっと店中大騒ぎになって、店員さんもうわーっとすぐ来て、大丈夫ですかって来て、上島さんももう動揺しちゃって、そしたらお腹のとこ真っ赤になっちゃって、で、もう店員さんもすぐ救急車行きましょうっつって、でも上島さんも動揺しちゃってから救急車なんか来たら大騒ぎなんじゃないかと思って、大丈夫です、大丈夫です、そんなにあの傷は大丈夫ですって言ってさ、俺あれと思ってさ、匂い嗅いだらさ、血じゃなくてキムチだったキムチでお腹真っ赤になっちゃってんだけど、動揺しちゃってから上島さんグラスでお腹切っちゃったと思って、切っちゃって血が出ちゃったと思って、キムチの汁だった。キムチの汁が、いや冷静だな有吉さん、真っ赤キムチの汁が真っ赤腹部が店員さんが、いや店員さんこれキムチですって言ってさーっとどっか行っちゃった冷静に見てましたね、それは。よく気づくの、まあ、飲んでみるもんだなと思って飲んだら何か起きる、飲んだら無視でしたね必ず、まあ、で、今日はあの僕、まあ、この後ねロンドンハーツでまあ基本多いんですけど、ないんですよ、はい、で、明日もね、うん、仕事一個飛んじゃったんで、ね、うん、休みなんで、で今日飲めるなっていうことで、はい、まあ、辻君に、はいはい、辻君のとこ今日どうっつったら、いけますいけますって、はい、高井さん、はい、サッカーの高井さんダメだっつって、はい、何でですか明日、はい、明日の放送、明日録音するラジオの原稿まで書いてないって。え、何してんのさ、俺の屍を越えていけやってたゲームやってて原稿書いてないの。それそんなに面白いんですかね。面白いんだけど、うん、でもさ、もう高井さんだとおじさんだよおじさんがさ、ゲームに向けて原稿やってないって何なのそれ。何時まで書かなきゃいけないんですか。何時まで、明日、朝方の、ちょっと大丈夫ですよね、うん、だからさ、うん、言ったんで、だからあの来てみんなが飲んでるところで原稿書けって。うわ、地獄だよそれやだそれで、あれでしょ、でトップリードも、うん、あれですよ、だって明日朝早いんでしょ。と早いですね、8時7時半に八王子、7時半に八王子、うん、早いんだ。だからさ、俺帰るっつって、我がもう帰る気ままに、ニーズはあるのに、あれ一杯だけ飲みますっつって。いや、一杯だけ行こうよ、ビール、いいんですか。一杯だけなんて逆に面倒くさいじゃんな。そうですね。いや、でも一杯組み杯を組み込ませてください。いや、一杯だけ。お前あれね、人が好きなのか。あんまり好きじゃないですよ。じゃあ来ないと思うんですよ。いやいや、でも久しぶりですか、レイオさんと飲むのは。いやいや、そんな飲めるっつってもさ、だから結局は平子さっき約束したから来るだろ、うん、で、杉も誘ったの、はい、杉はさ、彼女がさ、うん、
あれなんて熱が出てさ、はい、急にゲーゲー吐き始めたんだって、うんうん、で今日仕事を彼女が早退したんで、うん、ちょっと看病したいんでちょっといけませんって彼女の看病するかこれあと西堀、はい、マシンガンズの西堀をさ、はい、謎のなんか前々から約束していた大事な用事があるんだからそれは怪しいな謎のパターンのやつですねそれは怪しいだろこれ怪しいなただ有吉さん、うん、ここ楽屋じゃないですよいやあれじゃないですあれやから有吉うわここに来るわけですよ、ね、袖から新妻客席からわが裏庭から3億急に何ちゅう話なんですかこれ誰の裏庭が出てきたの全くカットが変わっちゃってそしてじゃないで上からマリコが現れて、うん、その3億は私のものです何の話これいやそしてってだとしたらもうこっち客席から我がとかも全く関係ないでその3億あれ篠田麻里子が持ってってさ、うんうん、秋元康さんとさ山分けすんの1億5000万ずつうわなんで分けちゃうの一人のものにしたらいいのにどんな話か全く分かんない俺そのこれ1億5000万渡しますから秋元先生、うん、来年のじゃんけん選抜でもちょっと私を勝たしてくださいよっつって今年みたいに八百長でっつって今年みたいにってほら八百長はあれ八百長って睨んでるから八百長俺一人八百長って睨んでる全国民の中で俺だけ八百長って睨んでるうわあれこそガチでやろうっていう話でダメだってところでやってんでしょいやーほんと稀勢の里さん大関昇進おめでとうございますいきなりブレイクしましょう。めでたいけど。Stay Night Dreamer Live on Air。さあ、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー2012アシスタント選抜総選挙ゲスナーに誓ってガチです。ね、トップリードさんの選挙演説になります。あ？え？時間は1分でございます。ちょっと待って。どうぞ。え？1分ああ有吉弘行のサンデーナイトドリーマーをお聞きの皆さんトップリードです、この度総選挙ということでございましてはいちょっとね演説の場を設けていただいてはいあのゲスナーの皆さんにはぜひあの、清き一票いただきたいいただきたいですねはいアシスタントだったらそうですね。マニフェスト的な。そうですね。はい楽しい、ラジオにしたいと思います。いや、もちろんそうですね。この今までね、1時間のようなね。はい。楽しい。そうですね。もう本当に、1分で終わっちゃったんじゃないかっていうぐらいの2時間にしますので、ぜひ、皆さん、ねはい、清き一票よろしくお願いします。楽しい時間は長いっていうね。あっという間。あっという間ですからね。長く感じるな。そうですね。楽しい時間はあっという間。小田さんどうですか何ですかもし1位になった暁にはいや1位になったぞ終了いきなり1分ってこんなに長かったあれ、うん、長かった長かったちょっとお前あれだなはいマック赤坂的な存在かもしれないっていう存在かもしれないドクター中松マック赤坂的な存在かもしれないな。これやばい。このままやばいな。やばいな。ああ、まあそこまで賑やかせたならいいですけど。賑やかして言うな。さあというわけで、それもね参考にしていただきたいなと思いますけども。いやこんなんあったんだ。さあ気を取り直して。気を取り直して。芸能人のあだ名のコーナーに参りましょう。はい。芸能人にぴったりのあだ名を考えてもらい、有吉師匠に評価をいただいております。待ってました。ラジオネーム三平、三谷幸喜さんのあだ名。メガネを練り込んだベーグル練り込んでんだな練り込んで見えてるけどないいですね、ラジオネーム味噌塗りランドセル久保田俊信さんのあだ名ニューヨーク人から常に田舎者扱いされている木目木目ああ木目いいな木目を俺あれなんだよな俺久保田俊信とさ、うんクリス松村が親戚だっていう嘘を流そうと今心見てんだよね本当に信じちゃった今これ本当のことだけ聞いてちょっと信じちゃいましたどっちも木目じゃん
木目ではないですけどね。それを木目っていうことは初めて聞きましたね。木目調の人っていう。FM さん島根の長方形。藤岡弘さんのあだ名。人毛でできたテディベア。怖っ。FM さん島根の長方形。清水美智子さんのあだ名。割と面白いケツの割れ目。そんな感じしないじゃん。どういうことどういうこと。イメージがわかない。全然しないから。清水美智子さんとかさ、はい、あと誰だろうな、ちょっと難しい。まあ清水美智子さんってでもケツ白そうだよね。ケツ白そうな人ですか。清水美智子さんがさ、はい、迫ってきたらどう。僕大丈夫ですよね。いける？全然いけます。うん。あ、もうそうですね。面白いから？面白いから、いやーどうなんですかね。イメージがわかんねえな。清水美智子さんよ。おいくつ？いくつぐらいなんですか？50ちょっとじゃない？いやでも全然大丈夫ですよ。いける？いけますね。ちょっと意見が合わねえな。あれいけないですか？いやそう当然お前らもさ。うん、いやそんなんいけるわけねえでしょあんなクソババア。あれなんなんすかあのクソババアって言うかと思ったら全然いけるっていう。すげえなお前。それは見通しが甘いです。それはそういう展開にならない。なんかあれだな、やっぱお前らやっぱなんか権力とかさ、うん、そういうもんと寝るようなタイプだな。いやそんなことない。俺は絶対寝ないよ清水美智子さんとは。いや権力で寝るわけじゃないですよ。です男と女というふうになれば本当にお尻が白いのかなっていう興味、うん、ありますよ清水美智子さんのケツ、うん、よく考えてみあなたから言い出したんだよこれ一生懸命考えて、ラジオネームファンタスティック原田市原隼人さんのあだ名、うん、電柱に股間押し付け柿泥棒なんだこれ。それいいな。川柳みたいな。電柱に股間押し付け柿泥棒。いやちゃんと五七五で。いや素晴らしい。まとめてきた。これいいです、ね。柿入ってるから入ってるね。ラジオネームロファス FM 長崎、うん。水川あさみさんのあだ名。剥がれやすいかさぶた。どういうこと。ちょっとまあでも水気はない感じするよね。水川って言われにはね水川って言うけど水気がない感じしない。でもあの人ってちょっとサバサバしてる男っぽいしさ。ああ性格的にってことですか。カサついてんだろうなあれな。まあでもプライベートはカサついてるかどうか分からないけどね。潤ってるかもね。いやまあ潤ってるけど、そればっかりやな、わかんないけど、ね、プライベートは水川ですよ。でも清水美智子さんはいやもういいでしょ清水美智子さんは。水滝ですから。ただ言っとくよ、はい、俺は清水美智子さんのことは大好きよ、うん、はい。だけどそれと性行為は違うっていうことを言ってるだけだよな。いやだから俺はツイッターでフォローし合ってるぐらいの仲だから。いやだから有吉さんがやれるかっていう話を始めたんですよ。俺はやれねえババアだからっつって。俺はあんなババアとはやれねえ。いやあんなババアっつっちゃった。お前あんなババアとやれるっていうから二人して。いやいや大したもんだなっつってんだ。大したもんでしょ、うん、そんなの許したらもう誰とでもやんなきゃいけなくなるぜ。でも、はい、いややんなきゃいけない。有吉さんが言ったんですよ。やんなきゃいけないことはないるかって。ラジオネームファンタスティックからだ、はい、桑野信義さんのあだ名。ヒゲ以外全部ひったくられたアザラシの餌。どういうことだ。アザラシの餌ってなんだよ。どういうことだ。すごいなぁ。発想がすごい。一枚あげましょう。パン。お、出た。ラジオのミミズグチュグチュ。秋竹城さんのあだ名。面白調味料。面白くなるけどね、あの人いりゃね。ああ、そういうことか。あ、なるほど。あの人さ、あれなんだよ。ね、昨日も一緒だったんだけど、うん、なんか VTR 見てってさ、はい、声は入ってないけど俺らが雑談してることあるじゃん、うんうん、なんかあれブスだなとか、うんうん、うわ目がちっちゃいからブスに見えんだなとかさ声入んないからってもうバンバン悪口言ってる時さ、アキさんさ、はい、全部俺に賛同してくれんの。そうだなーとかさ。そうだな。全部俺に賛同して、なんだか優しいんだかなんだか。FM 福井ブヒー童貞と高木美穂さんのあだ名。
宿題をしてこなかった生徒の鼻にコンパスを差し込む魔女やりそうだな。あーでもなんかイメージがあるな。怖いよね。怖いですね。FM 山口ブラブラブラゼル、森永卓郎さんのあだ名、政治を偉そうに語るチェホンマンの鼻くそそんな政治語んないよね。経済でしょ。だって、はいはい、チェホンマンの鼻くそではあるね。だってあの人の肌の色多分世界一悪いだろう、森永卓郎さん。いやーまあまあ、うん、確かに顔色悪い。鼻くそなんだよ。鼻くそではない。ラジオネーム味噌塗りランドセル、寺尾明さんのあだ名、ヤニ臭い毛だらけの渋ガキ申し訳ないけどヤニ臭そうではある。イメージを分かるな。受賞ベスト10で1位になってタバコ吸ってましたよね。そうだよね。タバコ吸いながらギター弾くんだよ。ラジオネーム味噌塗りランドセル、赤い秀和さんのあだ名、トイレをしょっちゅう詰まらせるコッペパン流しちゃってっからだ。コッペパン、コッペパンを流してるんですか。FM 栃木ラジオの小林、山下達郎さんのあだ名、社内カラオケ大会で毎回優勝をかっさらっていくしだれ柳最後が言いたいだけでしょ。しだれ柳から考えたな。しだれ柳に向かって文章書いたでしょ、うん、そうだな。FM 栃木小林、木の実奈々さんのあだ名、ココナッツを顔面でかち割られたエイリアン木の実からココナッツひどいな。FM 栃木小林、坂本龍一さんのあだ名、天才的な音楽センスを持つ春雨一緒だよさっきしだれ柳それ言いたいだけどな。確かに才能はものすごいですからね。春雨っぽいな。MM 山口ブラブラブラゼル、桃井香織さんのあだ名、自分の演技に酔いしれる超綺麗なミイラ桃井さんみずみずしい。桃井さんだったら俺いいけどな。うん、清水美智子さんは嫌な。いやだからかんないやれるかっていう話だろ。お前らがさ清水美智子さんに会ってさ、うん、清水さんやらしてくださいってのやらしてくんないと思うよ俺。いやいや迫ってきたらって話でしたからね。やりたいみたいになっちゃってる。お会いしたこともないし。FM 栃木小林、柳葉敏郎さんのあだ名、芝居がうるせえチョコボール知らないぞ俺。これはダメ、これはダメ、これはダメ、これはダメですね。ラジオのミミズグチュグチュ、道端三姉妹のあだ名、ハズレ当たりスカああ言っちゃいけないのにな。あひどい。これダメ、ジェシカ以外がダメだっていうこと言っちゃいけないのに。いやいやいや、当たりを言っちゃいけないけどなんで当たりを言ったんですか今当たりが誰だろうなっていう、うん、FM さん島根の長方形、森泉さんのあだ名、馬のくせに生意気なことをほざくラクダえ、どういうこと、馬のくせに馬なのラクダなの。いや人間だよ。 FM 山口ブラブラブラする、山村もみじさんのあだ名、ドブ川で泳ぐアザラシ綺麗なとこで泳いでるわ。いや泳いでないわ。アザラシを否定しろモナコの綺麗な海岸で泳ぐ。 FM さん島根の長方形、中村獅童さんのあだ名、すぐホテルに連れ込む穴あきコンドーム言うなっつうんだよ。ラジオネーム長寿ギガジャクソン、アンのあだ名、体重を落として階級を下げてきたキプロキックボクサーちょっとわかんない、ちょっと俺が悪い。ラジオネーム長寿ギガジャクソン、石倉三郎さんのあだ名、3000年前の石の仮面石倉三郎さんのあの仮面をかぶったら俺らも凶暴になる徐々の世界観ラストにしようか。 FM サイン島根の長方形、稲葉講師さんのあだ名、ビーズ稲葉さんのあだ名、玉金チラ見せのど自慢見せたことねえよ。ブレイク。スレイナイトドリーマー、ライブオンエア。
さあ、東京半蔵 JFN スタジオから生放送でお届けしております有吉弘行サンデーナイトドリーマー。メールテーマは今年最低だった出来事でございます。いいメールにはパンを差し上げております。はい、はい。ラジオネームブリブリザエコ FM 長野。最低だった出来事、会社の仕事量が減っていき、仕事が1日で終わってしまうこと。え、うん、どういうことだね。どれぐらいの1週間ぐらいの仕事がってことですかね。ぐらいやったのが1日で終わっちゃうんだな。よくわかんないな。どういうこと、うん、大変なんだろう。仕事が最低だって言うんでしょ。最低なんだね。最低なんだ。仕事があるだけ幸せだけどな。幸せです。うん、頑張ってください。FM 宮崎ラガーマン。体育大会の前日に足首の靭帯を痛めたことです。段を降りたから、段をもうめちゃくちゃだなこいつ。ラガーマンだけあってちょっと文章が苦手。段を降りたから足から崩れ落ちました。段を降りた時にね。よくわかんない。でもトップリードの崩れ落ちよりは大丈夫だったので励まされました。もうこれ向こうからいじったてもダメだね。もうダメ、遅い。もう文章がめちゃくちゃダメ。はい、残念でした。一番ダメなパターン。お前噛んだじゃねえかみたいな。何お前今パンダだぞみたいな。あ、ちょっと聞こえなかったみたいな。噛んだだろさ。パンダつっちゃってるもん。どうしたんだよ。さっきのあの運動会で3種目失格になった方から、プチマメさん。僕が失格になった理由、1つ目、線を超えてしまった。何何から失格じゃなければ新記録。2つ目、選抜リレーでリレーのバトンゾーンを超えた、失格じゃなければ1位。3つ目、全員リレーで線を超えた、失格じゃなければ1位。うるせえんだクソバカ野郎。何つもよく分かんなかった。食ったらな、怪我してなきゃ1位だったみたいなさ。俺こいつ一番嫌いだね。メール、メールありがとうございます。言い訳ばっかりの人生で終わってしまうぞ。メールありがとうございます。この野郎。FM 山口ハンキャン。トップリードさん、はい、さっきの演説で楽しい時間にしたいっていう言葉しか発していなかったのでとても長い1分でした。いや、分かった。中学生の生徒会長の方がまだマシな演説をするのではないかと感じたので、鍋プロの養成所の資料を送ります。うまくならねえよ。いやこれ、いやいや、そっち。ほらどこなる、どこに食いついてるんですか。なりますよ。あ、久々に来てますね。FM 宮崎ラブ稽古。トップリードの2人がアシスタント総選挙で1位を取ってもらうために、お新妻さんのためにラップを作りました。あれ、おちょっと知らないな。そうですか。はい、読む、はい、読む。ラップをしてください。ラップ。俺は新妻、起こす稲妻、どこでもめくるぜミニスカート、あだ名はニニ、乳首はビンビン、ついでにあそこもビンビン。キングオブコントで最下位、恥を知ったぜ本当に、ウケねえ売れねえ実力ねえ、実を言ったらチンコがねえ、みんなに笑いを届けるぜ、トップリード新妻だぜ。何これ。これさ、これ勝手にまた今読ませてさ、俺レッドカード出してやろうと思ってたの、うん、意外と面白かったもん。この内容が結構クオリティ高いラップでしたよ。陰謀踏んでるし、よかったな。一曲いきましょう。一曲もうちょっと、あ、はい、AKB48 ノエルの夜。Send us a message using the form on the Sunday Night Dreamer homepage. www.jfn.co.jp/dreamer. Stay Night Dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とトップリードがお届けしているサンデーナイトドリーマー。はい、続いてはひじき北です。何でしょう、これ読みますよ。有吉さんが今はひじきをいっぱい食べて体力をつける、ひじきということで、あなたの〇〇期を教えてもらっています。このコーナーは映画モテ期が上映している限り続きます。基本的にパンは出ません。
色に知られちゃった。何これ、こんなつまんねえコーナーやってることが。つまんねえコーナー、これ超つまんねえんだけど。いやいや、ちょっと待って、よっとこのコーナー違う、つまんないんだけど、一番メールが多いの。嘘、いっぱい来ちゃうから。まずとりあえずまず1枚読んでもらえます、はい、ちょっとどういうものなのかね。モテキ来たーっていうの知ってるでしょ。はいはいはい、あれよな、はい、で俺がそういうことよ、ひじき、じゃあ普通のリスナーとして聞きますね、じゃあ、はい、FM 栃木ラジオネーム小林、おでんの定番ですね、染み込んだ汁がじゅわっと美味しいです、がんもどき来たー。うわはあ、なるほど。なるほど。ちょっとまあ黙って聞きます、ちょっとまだ様子見ましょうか。これはね、面白くないんだから、このコーナー本当に面白くないんだよ。一発目で分かりやすいやつから入ったんですね。なるほどね、そういうことね。ラジオネームファンタスティック原田、喉が渇いた時はこれに限る、つぶつぶオレンジキー来たー。オレンジキー、オレンジキーちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、つぶつぶオレンジ木？何オレンジ木？つぶつぶオレンジじゃん。ファンタスティックあるだって聞いたことあるだろ。あー、出た。結構面白いの送ってくる人だろ。それがこれだよ。それがこのざまだよ。いや、まだまだまだある。いやいや、あ、そう、まだあると思って考えて、つぶつぶオレンジ木ってやってきたんでしょ。いや、大丈夫、長野。次は大丈夫でしょ。おなきち。みなは最近寒くなったというが、僕は暑くてたまらない。汗っかき、来たいや、なんそのままだからな。サンバのリズムに乗せてるけど。なんだもっと面白くなるんじゃないか、これ。いや、面白くなんないんだ。なんないんですか、つまんないんだ。FM さん、島根の長方形。どうもしっくりしないなぁ。チンコの位置変える気だから、だから分かった、もう今分かった、木を入れる公園に入れてくるやつと普通に木が入ってるやつがごちゃごちゃしてるからわけわかんないんでしょ。あ、うん、モテキの木か、つぶつぶオレンジ木って言ったりとか、汗っかきとか、よくわかんないでしょ。そうそう、こういうことで、だから FM 栃木小林、この水を飲めばどんな病気もすぐ治ります、こんな貴重な水他では手に入らないですよ。インチキ来たこういうことだよって言うのもわかんないけど、こういうのあるでしょ。まあ、うまい、うまいけど、ね、まあ、木がついてるだけマシっちゃマシなの。そうですよね、こうなってくる。何言ってるんですか。で、結局こうなってくるよ、はい、1ヶ月以上やってくる。なるほど、あ、そうなってくる。 FM 福井アイアンショベル、すいません、注文お願いします。とりあえずサーロインステーキで、え、焼き方、ウェルウェルダンダンウェルダンダン。いや、もうわかんない、もうサーロインステーキーでよかったもうそこでキー入ってんのにそれを飛び越して、なんでウェルダンダンひじきのコーナー、ひじきのコーナーですよね。ひじきのコーナー、まあ、いわばモテキのコーナー、モテキのコーナ ー, モ ー, ナー。ラジオネームとびっこ、スナックのお通しの定番です、マカロニサラダ来たうわー、キー入ってねえや飛びっこってのも聞いたことあるもん。することはないのよ、そんなことすることはないのよ、はい、おかしいんだよ。ラジオネーム脳器具って黄色くてとても可愛い花です、タンポポポボあ、キツァーがポボーになっちゃったもん。崩すの早くないですか、崩れてくるの早くないですかね。いや、だから本当1ヶ月で終わりなの。これをモテキをやってる間はやらなきゃいけないってこと。いけないね、結構もう辛いのよ。ごめんください、これきっかけにさ、やっぱラジオ終わってしまうんじゃないかな。危機感があるね。そうですね、これはリスナーも半分ぐらいしかついてこれない。そうなの、ちょっとでも画期的なコーナーかもしれないな。画期的じゃねえわ。ちょっと癖になりそうな感じある。ちょっといや、でもすごい、もう少しだけ読んでいただきます。もう少しだけ、はい、もう少しね、はい、栃木小林、男のロマン、男の永遠の夢ですね、ロボットかっこいい
な、ほら、もうこれ何なんていうことになるじゃん。な、本当ですね。何のコーナーなのか分かんなくなってくる。これはもうエコーのコーナーです。それは面白みは一個もないわけじゃないですか、ここに。そうですね。でもなんだろうな、このエコーとサンバに乗せたら、うん、面白く聞こえるっていう、はい、FM 長野ラジオネームおなきち、コメント記入欄にはちゃんとひじきのコーナーって書いてあるね。はい、そうですよね。ひじきに送ってんのよ、ちゃんと。ひじきのコーナーです。吉はひじきのコーナーに送ってくれてますよ。はい、朝歩いていると、向こうから先生が歩いてきた。一歩一歩、僕と先生の距離が短くなる。僕は目をそらしていたが、先生は僕の目の前に来て、こう言い放った。おはよう。おはようじゃねえよ。何なんだこれ。てっきりモテ期なのかと思ったよ。要するにモテたのかと思ったよ。ただ挨拶されて。いろんなとこに突っ込みたくなる。挨拶に何を使ってる。突っ込まなくていいのよ、これ癖になるから。そうですか。つけ上がるから、面白くねえんだぞお前らはっていうこと言ってやる。笑っちゃうからいけない。そうか。ラジオのとびっこ、ピンサロ来たいから金貸して。いや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 、まあまあもう一言なんじゃ。いやいや、お願い、お願いメール。なんだろう、友達に言え。心の叫びを。ラジオネーム不器用なサウス。寒い寒い。あー、こたつ最高。わかんなくなってきたな。そうですね、もう僕は飽きてきましたね。だろ。俺もとっくに飽きてきたね。俺も2回目ぐらいから飽きてたから。FM 栃木小林、こんな女性の仕草にムラムラしちゃいます。雨に濡れた靴下を交換する姿、いい。いいですね。いいと思いますよ。FM の野口、犯人はお前だ。違う、俺じゃない。俺は何もやってない。本当はやりました。うわー、ふざけちゃったもん。悪ふざけだ。あかんの、なんだこれ。しっかり書いてますね。そうなんだこれ。カタカナ終わりましょう。終わり。どうしますか。Slay Night Dreamer Live on air。 さあ、リュウシュウヒサンデーナイトドリーマー、モシガガのコーナーいきましょうか。はい、はい、もしレディーガガが日本の芸能人にツッコミを入れたら、それがモシガガです。ありがとうございます。何ですかそれは。ラジオネームファンタスティックアラダ、山田勝美さん、あんた体力余ってそうだから素手で東京タワー解体してちょうだい。暇だしね。いや、暇じゃないでしょ。ラジオネーム超重ギガジャックス、みその耳から血が出るまでダイエット頑張りなさい。なんだこれ、何これ、何これ。いやいや、これひじきよりびっくりしてるぞ。いや、レディーガガで、レディーガガってことですもんね。うん、レディーガガが言ってるからまあいいだろうみたいな。超重ギガジャックス、布袋寅泰、自分と同じ長さのホットドッグを食べなさい。でかいよ。わからないな。相当でかいです。190ぐらいか。布袋さん食べれないんじゃない、多分。布袋さん食えても60センチだろ。いや、もうちょっと食えそうですけど、ね。食えるかね。でももう50ぐらいだね。190センチは食えないだろ、布袋さんって。そうですね、家でも脂っこいソーセージ食えない。何の話。FM 長野おなきち、原田大二郎、いくら石を磨いてもね、宝石にはならないのよ。にわかに怒る原田大二郎ブーム。
何ですかそれ。もういじるのやめろっつったのよ俺は、はい、原大二郎さんの選挙落ちたとか、はい、貧乏だとか、はい、だそれ4月もそんなに僕らの時僕らの時もありましたよ、はい、でいや一回静まったのよ原大二郎さんいじりは、はい、この大阪市長選、はい、で選挙の、はいはい、またみんな選挙を思い出しちゃったのよ。あそれでまたにわかに原田大二郎が選挙ってワードを聞くたび聞くとあの人を思い出す。書かずにはいられない。僕らだから出てたからね。日本中どこでもいじってないよ。だからあの時もあ都庁選そうだよ、うん、そうですね、うん、都知事選な都知事選いやもうどういうんだよな。 FM 長崎ロファス原田大二郎足湯にね、体ごと使っちゃダメよ。その絵見たことないんでしょ、だって得だなぁ、つってただで入れるただで入れるからね。得だなぁ得だなぁじゃない先祖行ったら結構金取られちゃうから足湯それは怒った方がいい。ねでもこれでも来年からもうコーナーも一新するって決めてるから、あなるほど、これはもうお前らいいところに立ち会えたよ。なるほど、これがコーナーの末期だなるほどところに立ち会えたわけだ。なるほどね、コーナーの末期大好き、うんうんうん、ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン、はい、翔英帰ってきた後にすぐ服におしっこすればファブリーズの効果と同じよ。マジっすか。なんないよ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 。なんでも信じる人じゃないよ。なんだろう次の意味。なんでこれ癖だ。いやおしっこだよ。おしっこかけたから。おしっこかけてみようかな。いやいやいや。全然ファブリーズの効果ねえな。息子のカイエ君に怒られちゃった。パパおしっこかけてるからだよっつって。広げちゃうからさ。カイエは賢いな。広げちゃうんだよな、ここまで。広げちゃう。いや賢いな。広げちゃうから。もうおしっこかけちゃおう。カイエ君ね。カイエ君じゃねえんだよ。ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン。吉高由里子、あんたの無駄毛は無駄じゃないわよ。確かにね。いやそれ。吉高由里子に無駄な部分ってないでしょ。すべて売れるんだもん。すべて売れる。無駄毛。ああはいはい。髪の毛すべて、耳クソ、鼻クソ、おしっこ、何だって売れるの吉高由里子からの体から出るものって。まあそうですね、それは無駄がないよね。それ無駄がない。そっか、鮭みたいなもんですよね。鮭とかよりも無駄ないよな、うん、そういう意味では。そうですね、すごいよね。いや広げる。吉高由里子さんはすごいと思いますよ。そういう吉高由里子、考え方がちょっとおかしいけど捨てるとこなしじゃねえ。ジオネーム鳥獣ギガジャクソン、小倉優子、もっと素早く動かないと炭鉱で働かせるわよ。どの立ち位置なの小倉優子な。小倉優子が炭鉱で働いたらすっげえ怒られるだろうな。班長みたいな人にもう怒られるでしょうね。すぐ開示みたいなさ、闇カジノに送られる。小倉優子みたいなグズ女は。え、こういうコーナーなんですか。ですぐあれだ、沼でさ、今まで稼いできた、まあ、2億ぐらいをさ、吸っちゃうで、すぐ、ものの数秒で。小倉優子があのパチンコ台、沼で2億使っちゃって、小倉優子。意外と逆に運とか持ってそうな。持ってない、持ってない、そんなもん。沼でやられちゃう。3分で2億。え、ラジオネーム、味噌塗りランドセル。阿部寛、富士山の山頂から、スケボーで滑ってそのまま渋谷のツタヤに突っ込め。いやもうガガ様じゃないじゃん。呼び方がもういろんなガガ様がいる。ガガ、レディーガガじゃないんですか。これ上向くい大変。原田大二郎さん、掃除の人の邪魔になるから、いつまでも落ちてる馬券当たってないか調べるのやめなさい。いやもう悲しいわ。何これ、超悲しいわ。なんかさ、太田プロの芸人みんなでさ、うん、なんかちょっと金集めてさ、原田大二郎さんの困ってないですよ。ぶん殴られるだろうね。
何してんだ俺何の体これっつってもらっとっけもらうかよラジオネームファンタスティックからだパフュームさん茶碗蒸しの銀杏がなかったらねアルフィーの3人の金玉を使えばいいじゃない何これシュールすぎてだってアルフィーである必要全くないでしょ悪い夢見てるみたいなあれもねちょっと謎になってたのよ自分の金玉あるじゃん、はい、金玉の袋にして玉抜いちゃうのまずね、はい、で袋だけにしてで何でも誰でも入れていいのよ金玉の袋の中にさあ誰入れるかで海老蔵と團十郎さん海老蔵さんと團十郎さんを俺の金玉にしたいっていう話が出たりしてさ盛り上がってたんだけど喧嘩させたいって誰入れたい誰金玉に金玉2つ2つ2人金玉の中に安波さんと小浅さん喧嘩しちゃうよそれ喧嘩しちゃうよそれ髪が長いから結構ゴワゴワしてそういうのも考えていかないといけないそういうあそっか海老蔵さんですもんね團十郎さん収まりがいいだろそうかなるほどちょっとわかんねえなそれ袋に入れる人で喧嘩したら面白いのかなと思ったんだけどどういうことなのFMA ジータおいさだまさしあんた歌うまいからねイギリスからサーの称号あげるわ今日からあなたはさだ、さあ、まさしよ間に入れるもんねさだ、さあ、まさしいいですね FM 福井、大変原田大二郎さんお葬式に喪服の代わりに学生服を着ていっても誰も香典くれませんよ悲しすぎるわ、もうそのなんで間に挟んでくるの原田大丈夫さん原田大丈夫さんでまとめてきてくださいよ忘れるところに出てくるからちょいちょい出てくるからファンタスティック原田船越英一郎さんアナルに松井棒をぶっ刺してツイスト踊りなさいラスト、はい、ラジオのファンタスティック原田小田和正さんそろそろさ南こうせつを女にしてあげなさい以上ですスレイナイトドリーマーライブオンエアさあ有吉弘行のサンデーナイトドリーマーそろそろお別れの時間でございますよ早いですねトップ児童さんお疲れ様でございますお疲れ様でございました楽しかったですねもうこれでまあ総選挙でね、はい、選ばれなければもう当分お会いすることはないとゲスナーの皆様とは確かにお会いする機会はなかなかないかもしれないですけどね、はい、でもいい印象付けにはなったんじゃないかなと思いますけど ね、でも反応来てますねよかったですねラジオの三平さんトップリードさんお疲れ様でしたお疲れ様でした、人生最後のサンドレアシスタントいかがでしたかさすがはキングオブコント再開コンビ、うん、あまりのつまらなさに DJ 赤坂とマック赤坂が2人で喋ってんのかと思ったぜトップリード以外に100票ずつ入れてやるからな反応しにくいでしょあの複数投票も可能ですからねそうなんですか、当然当然そんなシステムは作れませんでしたから一人何クリックでも OK もう当然ですうーそれちょっととんでもない結果になりそうな感じしますよねこうやって三平さんはトップリード以外に100票ずつ入れるという宣言をやってくださいよ最下位だけは本当に避けた5万票0票とかありますね全然ありますそういうことで言えばやっぱ謎の女が1万票取ることもあるからあるある恐ろしいですけどもねいや怖いさあということでねまた12月だというのに営業も入っていない暇な芸人さんが来週も一組来てくださると思いますそんなことないって思いますよ、どなたが来てくれるのかちょっと僕も謎ですけれどもね、楽しみにしたいと思いますけど、はい、でアシスタント総選挙は番組のホームページで投票できますお願いします、ね、本当にあなたの一票で番組の来年のアシスタントが決まります、はい、よろしく本当にお願いします何票でもいいらしいですよいいですからです、ね、本当にお願いしますお願いしますこれだけはでもやめてほしいっていうことはね、はい
っぱ新妻さんにちょっと言いたい。一回出入り禁止食らってる新妻さんですから。はい、はい。自分でクリックするのやめてください。あれ、これだけはモラルとしてね。これ自分ダメですか？自分投票ダメ。それはちょっとなるべくやめていただきたいなと思ってます。そうですか。はい。自分はでも一票だね、普通。じゃあまたお会いしましょうね、トップリードさん。はい、よろしくお願いします、トップリードさん。ということは、お相手は有吉弘行と、トップリードです。はい、我が友水丸でした。さようなら。ブログのネームオナキチさん、イエローカードです。何イエローカードって急にその制度イエローカード入っちゃったよ。何枚目だ君。気をつけないとね。気をつけてくださいよ。ネット出ちゃうよ。FM 群馬プチマネ。僕の今年最低だった出来事は、僕の学校の体育大会で僕の出た3つの種目全部失格になった。ですがまあ。最下位で恥かいたトップリードよりはマシですけどね。ここで来るか。体育大会で3つの種目全部失格って何だよ。何したらな。何したらそうなるんだろう。フライングとかってことですか。フライングとかね。わかるけど。ああ。だってそう、綱引きとかで。そうだよな。なんでそんな失格とか。軍手をしてたとかね。綱引き。さっき身が悪い。MM 福部非同定と。今年最低だったこと、友達に AKB の CD を貸したら大事にしていた AKB の CD に、思いっきり傷をつけられました。マジ最悪でした。おいトップリーダー、来週発売する上からマリコを30枚買ってリスナーにプレゼントしろ。この性犯罪者どもが。いや忘れてた。おかしいだろ。忘れてた。そうだ俺ら性犯罪者だったんだ。いや性犯罪者ではねえよ。忘れてたよ。仕立て上げられてる。あの曲さっきかけようと思ってかけれなかったんだよな。あれ、はい、袖から袖からマリコ上から普通ですよ。NGK の舞台の袖からマリコどうも出てくるだけじゃないですか。袖からマリコ飛び出し、ブレイクブレイク一曲お袖からマリコ行く。はい、じゃあ袖からマリコ上からマリコですよ、はい、AKB で上からマリコ。さあ、ドブからトップリードということで、上からマリコです。全くよく分かったの俺、全然分かんなかった俺。悪口言われたのと。ニュースいく。ニュースいき、ニュースいきましょう。はい、では行きましょう。この1週間のニュースを有吉さんにスッキリさせてもらいます、うん、はい、まずはこのニュース。ザ・漫才15組が決勝進出。今月17日に行われるザ・漫才2011年間最強漫才師決定トーナメントの決勝進出者15組が発表されました。年間最強漫才師、はい、そんなことはないでしょ。いやもう最強15組ですからね。ブラマヨ出てないでしょ。いやそうで、フットボールアーも出てないでしょ。さあ今から読みますよ。シュートリアルも出てない。いや今から読みます。アンタッチャブルも出てないぞ。何が年間最強なんだよ。スレイナイトドリーマーライブオンエア。さあ東京半蔵 JFN スタジオから生放送でお届けしております、有吉弘行サンデーナイトドリーマー。メールテーマは今年最低だった出来事でございます。いいメールにはパンを差し上げております。はい、はい、ラジオネームブリブリザエコ FM 長野、最低だった出来事、会社の仕事量が減っていき、仕事が1日で終わってしまうこと。え、うん、どういうことだね。どれぐらいの1週間ぐらいの仕事がってことですかね。ぐらいやったのが1日で終わっちゃうんだな、よくわかんないな。どういうことなんだ。大変なんだろう。仕事が最低だって言うんでしょ。最低なんだね。最低なんだ。仕事があるだけ幸せだけどな。幸せです。うん、頑張ってください。FM 宮崎ラガーマン、体育大会の前日に足首の靭帯を痛めたことです。段を降りたから段をめちゃくちゃだよこいつ。
ラガーマンだけあってちょっと文章が苦手。段を降りたから足から崩れ落ちました。段を降りた時にね、はいはい、でもトップリードの崩れ落ちよりは大丈夫だったので励まされました。もうこれ向こうからいじったてもう遅い、もう文章がめちゃくちゃ大惨念でした。一番ダメなパターン。お前噛んだじゃねえかみたいな。何何お前今パンダだぞみたいな。あ、ちょっと聞こえなかったみたいな。噛んだだろさ。パンダつっちゃってるもん。どうしたんだよな。うん、さっきのあの運動会で3種目失格になった方から、プチマメさん、僕が失格になった理由、一つ目、線を越えてしまった。何から失格じゃなければ新記録。2つ目、幅跳び選抜リレーでリレーのバトンゾーンを超えた、失格じゃなければ1位。3つ目、全員リレーで線を超えた、失格じゃなければ1位。うるせえんだよクソバカ野郎。何つ目よくわかんなかった。食ったらな、怪我してなきゃ1位だったみたいなさ。俺こいつ一番嫌いです。メールありがとうございます。言い訳ばっかりの人生で終わってしまうぞ。メールありがとうございます。この野郎。FM 山口ハンキャン、トップリードさん、はい、さっきの演説で楽しい時間にしたいっていう言葉しか発していなかったので、とても長い1分でした。いや、分かった。中学生の生徒会長の方がまだマシな演説をするのだから、関係ない話でしょ今。ザ漫才のひらこっちもダメだよ。普通の電話対応しちゃダメじゃないよ。優勝宣言の候補ですよ。そうでしょ。そうだよ、うん、そうだよ。さあ、うん、それでは、はい、アルコ&ピース酒井さん、平子です。あ、有吉さん、はい、あのやっぱり、番組の方もその電話で出演となると、出演的には酒井じゃなく僕に来るようになってるんですよこれは。いや、ちょっとそれコンビ間のバランスも分かんないです。ちょっと声じゃね特徴のないお二人なんで判断できづらいもんですから。そうですか。さあ、アルコ&ピースさん、はい、残りましたね、年間最強漫才師決定トーナメントに。いやー、でもやっぱりあのこの番組に関わらせてもらったおかげなんじゃないかなって、本当にこの番組のいい流れを呼んでくれるっていうか、あの司法試験になんか受かったリスナーの方もいらっしゃったじゃないですか。うるせえな、つまんねえな、長々とよ。毎回毎回つまんねえ長話しやがって、お前ら。まあでも今日はそれでもね、今のテレビ時代に向いてないの、お前は。いいか、平子。お前ごときんな、そんなに時間取ってくれる番組はないぞ。だん、はいだろ。じゃあせめてこの番組で取ってくださいよ。そしてな、平子、もう一つ言っとく。はいはい。この漫才コンテストには、はい、ブラマヨもフットボールアワーもアンタッチャブルもダメ、言うダメダメ、オール阪神巨人賞も出てないっていうことを肝に銘じとけよ。いや、平子、なんだよこれ。分かった、あるよさん、こんな電話かかってくんだぞ。あるよさん、俺今日誕生日なんですよ。じゃあお前家でパーティーしてんのか。いや、もう終わりました。今嫁の実家にいるんですよ。どこだ、実家は。嫁の実家に。じゃあ来れないじゃないか、この後。いや、行けますよ、もう全部終わりました。ああ、もう一通り。じゃあちょっとあれだ、もうちょっと時間ないから、あれしてくれ、ザ・漫才で優勝するっていう宣言を。あ、はい、私としてアルコ&ピース皆様のおかげで残していただきました。ゴンのように実直に、キルアのように冷静に臨めればと思っております。よろしくお願いします。優勝すんだな。はい、優勝してきます。よし、じゃあ俺が断言しよう。はい、アルコ&ピース、お前らはな、16組中最下位で恥かいて、うわ、仕事がなくなって酒井は芸人を辞めるよ。うわ。呪いがかけられた。これトップリードにかつてかけられた呪いじゃないですか。そうだぞ、この呪いはな、本当に本当のことが起きるからな。スネイナイトドリーマーライブオンエア。さあ、ニュースを引き続き。わかりました。なんでよ。いや、ヒット曲とかあるとね。いや、でもさ、やっぱり生き物係にしろ、千堂明宏さんにしろさ、やっぱ千堂明宏さんもさ、だって、はい、それこそブルーリボン賞を取ったわけじゃないしさ、うん、はい、
で、ゆい、あの、生き物係だってさ、日本レコード大賞を取ったわけじゃないじゃん。まあ、いわゆるだからキングオブコントで優勝してないのと一緒の状態なわけじゃん。まあ、そうですね。だけど、やっぱりクイーンとかになっていくわけじゃん。はい。なるほど。それはやっぱりなんか魅力があるんだろうね。その、やっぱショーじゃないところのね。ね、やっぱお前らとやっぱ賞も取れなかった、はい、で学祭にも3個たった、はい、ってなるとさ、やっぱりこれは本格的にさ、はい、やっぱ魅力がないっていうふうに考えていいんじゃないかな。魅力ないな。言い返す言葉がないな。ないんだよ。そらもうないもの。ないね。ないですか。鮮度あるのには負けますよ。それは。そうだ、あのソバージュ見たい。見たいでしょ。やっぱり鮮度あきはなんで呼ばれたんですかね。なんで魅力ないように言うね。いやいや、今の鮮度さんしか知らないからだ、それは。いや、昔だとしても歌ですか。歌じゃない、あれ、カンチ。のちょっと前ぐらいカンチって言った人でもないですからね。それのドラマの前だよ。東京ラブストーリーに出るちょっと前ぐらいでしょ。ああ、何をするんですか。ちょっとなんならグラビアアイドル系よ。グラビアアイドル系として呼ばれてたんだから。あートークですか。トークと水着でしょう。やっぱり美貌でしょ。その美貌になってたんですか。なってました。マジカルズノパワーよりももっと前ですか。マジカルズノパワー2000度秋出てたな。出てました。あれはでも学祭が落ち着いてからだ。落ち着いたと。落ち着いてから完治の後だね。基準なんですか。完治ライン何なんですか。完治ラインは穂奈美ちゃんか。あれは穂奈美ちゃんなんて言ってたら怒られるぞお前。そうですよ。まあでもだから今年最低だった出来事といえばだそれですか。じゃあ、いやいや最高でしたよね。え、まあ、いい舞台に立たせていただいて。なんて言われたの周りから。芸人仲間とか面白かったのみたいな。面白かったのよ。くやった。戦った。戦ったねって。戦ったっつってもな、それはでも3000何組みんな戦ってんだもんな。いやそうですね。でももっと戦えてたんじゃないですか。僕らの方が8組残れたわけですから。いやでもさ、あのキングオブコント予選で敗退したやつらの方がさ、次の年に向けての始動が早いからさ、お前らよりもっと早くたくさん戦ってるかもね。いや来年に向けてはそうかもしれないですけど。いやでも、まあ、でもお前らも出遅れてるだろう。遅れてないですよ。ある意味あの舞台に出ただけでちょっと早いって何なのそれ。何時まで書かなきゃいけないんですか。何時まで。明日日朝方の。ちょっと大丈夫ですよね。うん、だからさ、うん、言ったんだよ。だからあの来てみんなが飲んでるところで原稿書けって。うわ地獄だよそれ。やだそれ。であれでしょ、でトップリードも、うん、あれでしょ、だって明日朝早いんでしょ。ちょっと早いですね。8時7時半に八王子。7時半に八王子、うん、早いんだ。だからさ俺帰るっつって、我がもう帰るってままにニーズはあるのに、あれ一杯だけ飲みますっつって。いっぱいだけ行こうよ。ビールいいんですか。いっぱいだけなんて逆に面倒くさいじゃんな。そうですね。いやでもいっぱい組み杯を組み交わさせてください。いっぱいだけ。お前あれね、人が好きなのか。あんまり好きじゃないですよ。じゃあ来ないかもしれない。いやでも久しぶりですか、レオさんと飲むのは。いやいや、そんな飲めるっつってもさ、だから結局は平子さっき約束したから来るだろ。うん。で杉も誘ったの。はい。杉はさ、彼女がさ、うんあなんて熱が出てさ、はい、急にゲーゲー吐き始めたんだって、うんうんうん、で今日仕事を彼女が早退したんで、うん、ちょっと看病したいんでちょっといけませんって彼女の看病するかこれ、ね、あと西堀、はい、マシンガンズの西堀はさ、はい、謎のなんか前々から約束していた大事な用事があるんだ。あそれは怪しいな。謎のパターンのやつですね。それこれ怪しいだろ。これ怪しいな。アリュさん、ここ学園じゃないですよ。いや、あれじゃないですか。ガスヤから有吉。うわー、ここに来るわけですよね。袖から新妻、客席から我が、裏庭から3億。急に。なんちゅう話なんですか、これ。誰の裏庭が出てきたの。全くカットが変わっちゃって。そしてじゃない、で上からマリコが現れて、うん、その3億は私のものです。何の話これ。いやそしてってだとしたらもうこっち客席から我がとかも全く関係ない。でその3億
あれ篠田麻里子が持ってってさ、うん、秋元康さんとさ山分けすんの1億5000万ずつ。うわなんで分けちゃうの一人のものにしたらいいのに。どんな話か全く分かんない。そのこれ1億5000万渡しますから秋元先生、うん、来年のじゃんけん選抜でもちょっと私を勝たしてくださいよ今年みたいに八百長でっつって今年みたいにってほら八百長って八百長って睨んでるから八百長俺一人八百長って全国民の中で俺だけ八百長って睨んでるうわあれこそガチでやろうっていう話でダメだってどこでやってんでしょう。いやー本当に稀勢の里さん大関昇進おめでとう。アシスタントなんかやってねえで早く明日発売のジャンプ買ってこい。なんでだよ。ひどいわ。なんでこんな言われをされなきゃいけないかな。ダーシアス決心トップリード。オープニングからうっせえ帰れ。うっせえってことないでしょ。てめえらの汚ねえ指先を毒蛇にかませるぞ帰れバーカお前らはアシスタント選手権11位で消えていくんだ最悪これここ最ここ最下位はもうほんと最悪ここ最下位やだよ。謎の女には勝ちたい勝ちたい謎の女には勝ちたい。これ最下位はもうやめてください本当にねえひどいな。普通のねメールもねまあ他のも来てるんですけどね、FM 群馬プチ豆今アシスタント選手権に、投票したんですが、はい、もうなんか杉とかあんまり覚えてなくてこの間やってたほら先月ほらあいつ、うん、あいつらに入れておきました先月忘れちゃってるからおかしいでしょホームページにあるんでしょ書いてますよ杉さんの場所が1月ですからね杉さん杉さんはね。そうですね。それは、ね、まあ去年ですからね去年ラスト FM 長野小名吉アシスタント総選挙の投票しようとしたのですがなぜか武井絵美ちゃんの選択肢がありませんでした。これはスタッフさんのミスでしょうか。もし武井絵美ちゃんがアシスタントになったら、うん、今までの下ネタ全部捨てて頑張っている人を応援するような番組にしていきたいです。それがダメなら北大路欣也をアシスタントに置いてボッコボコにしていきたいですお前ね、頭おかしいだろなぜこいつがしていきたいってどの立場にいるんだよ何様のつもりでもだよこのガラスの向こうに座ってみろよいやでも本当に武井美ちゃんはねちょっとまあいや選択肢に入ってないんですよね。そりゃそうでしょ。呼べてないでしょ。なぜか教えましょうか、はい、バカさんの言う通り、はい、来てないんですよ。そうでしょそりゃそうです。聞いてなくたって分かるわ。わがま鋭いわ当てちゃうんすよね僕こういうのさすがさすがやっぱり昼なんですの前説してるだけあるそうですよ、ね、毎週ね金曜日やっております。あの昼なんですさ2時間終わってさ、はい、最後スタジオの外でお前らなんかみんなに挨拶してはいよし、はい出てくるの待って挨拶します。あの時の顔死んでるぞ2人とも気をつけないと南原さんとかナーバスになっちゃうかもしれないぞ。マジですか。もうちょっと笑顔で迎えてくんだけどみんな笑顔で、うん、2時間見っぱなしでお疲れ様でした最高の2時間でしたっつってみんなに言わなきゃだろう。ちょっとやっぱ疲れたな2時間っていう顔してるもん。ああマジですか。それは良くないです。なんでこんなダメ出しをやるトーンでやめてもらえますか元気にいこう。ということでねまあアシスタントそうですよ。仕事終わりの打ち上げなんかも俺は全部抜けて、はい、全然一瞬飲むことなかったの。1年ぶりぐらいに飲んだんですかね。まあ、焼肉屋さんで飲んでたんですけど、はい、ご機嫌なようで結構お酒いかれてましてね、はい、結構ベロベロになりまして、はい、どれぐらいかな2時間ぐらい飲んだんですかね。上島さんトイレ行って帰ってきたら座布団の上で滑っちゃって、焼肉屋さんのあの鉄板、はい、あるでしょ、はい、鉄板、まあ、いわゆるテーブルの上にドガーンとこけちゃったの。テーブルの上に乗っちゃったの。こけてこけて、はい、でガラスがグラス全部割れて、鉄板にちょっと手ついて、うわでうわーっと店中大騒ぎになって、店員さんもうわーっとすぐ来て、大丈夫ですかって来て、店員さんももう動揺しちゃって、はい、そしたらお腹のとこ真っ赤になっちゃって、はい、でもう店員さんもすぐ救急車行きましょうっつって、はい、でも上島さんも動揺しちゃってから、救急車なんか来たら大騒ぎなんじゃないかと思って、大丈夫です
大丈夫です、そんなにあの傷は大丈夫ですって言ってさ、うん、俺あれと思ってさ、匂い嗅いだらさ、血じゃなくてキムチだったキムチでお腹真っ赤になっちゃってんだけど、動揺しちゃってから吉野さんグラスでお腹切っちゃったと思って切っちゃって血が出ちゃったと思って、うん、キムチの汁だった、キムチの汁が冷静だな有吉さん、真っ赤キムチの汁が真っ赤腹部がいや、デイさん、これキムチですって言ってたのがさ、さーっとどっか行っちゃった冷静に見てましたね、それをよく気づくの、飲んでみるもんだなと思って飲んだら何か起きる、飲んだら無視でしょ必ず、ま、で、今日は僕、ま、この後ね、ロンドンハーツでま基本多いんですけど、ないんですよ、はい、はい、で明日もね、うん、仕事1個飛んじゃったんで、ねうん、休みだ、えっ、で今日飲めるなっていうことで、はい、まず、あ、辻君に、はいはい、辻君のとこ今日どうっつったら行けます行けますって、はい、高井さん、はい、サッカーの高井さんダメだっつって、何ですか明日、はい、明日の放送、明日録音するラジオの原稿まで書いてないっつって、え何してんのさ、俺の屍を越えていきやってたゲームやってて原稿書いてないの、それそんなに面白いんですかね、面白いんだけど、うん、でもさ、もう高井さんだとおじさんだよしていきたいんですお前ね、頭おかしいだろなぜこいつがしていきたいって、そうね、どの立場にいるんだよ何様のつもりでもないこのガラスの向こうに座ってみろよじゃあいやでも本当に武井由美ちゃんはねちょっとまあ選択肢に入ってないんですよね、そりゃそうでしょ、呼べないでしょ、なぜか教えましょうか、はい、若さんの言う通り、はい、来てないんですよ、ね、そうでしょそりゃそうでしょ、聞いてなくたって分かるわ、若間鋭いよ当てちゃうんすよね僕こういうのさすがさすがやっぱり昼なんですの前説してるだけあそうですよ、ね、毎週ね金曜日やっております、あの昼なんですさ2時間終わってさ、はい、最後スタジオの外でお前らなんかみんなに挨拶して、はい、よし、はい、出てくるの待って、あの時の顔死んでるぞ二人とも気をつけないと、南原さんとかナーバスになっちゃうかもしれないぞ、マジですか、もうちょっと笑顔で迎えてくんだけど、みんな笑顔で、うん、2時間見っぱなしで、お疲れ様でした最高の2時間でしたっつってみんなに言わなきゃだろう、ちょっとやっぱ疲れたな2時間っていう顔してるもん、ああマジですか、それは良くないです、 なんでこんなダメ出しをリアルトーンでやめてもらえますか元気にいこう、そう、ということでね、まあアシスタント総選挙はね番組のホームページ一番上をクリックすれば投票できますのでお願いします、本当にお願いするということでね、お願いします、本当にお願いします、いかがですか久々ですけれども、はい、いやなんかいろいろ忘れてましたね、このメールで今ちょっとガツンとパンチを食らった感じが、なんて言うと思ったかっていうね懐かしい感じがいいですね、ですね、でもまあでも本当にそれこそまあ再会事件ですよね、事件、うん、まあここの番組で、はい、まあリスナーに向けて優勝宣言、はい、爆笑宣言しといてまあ結果グの根も出ねえ最下位そうですね、ことでしたから、それはそうですね、本当にもうあれでかなりのリスナーが離れていきましたよ、この番組は嘘を言うんだなとか、いや言ってないじゃないですか、だって有吉さんお前らは8位だっつって出ました俺の予言は当たりましたけど、あの留守電超怖かったんですから、ね、本当に、あだから最下位だったからもうこの世界やめるのかなと思ったんですよ、その実力査定の場に出て はっきりしたわけじゃないですか、いやで、まあ、ちょっと3028組の中の8位ですからね、そこを忘れてもらっちゃ困るんですけど、そういうとこですよ、まあまだねちょっとしがみついてるというかやってらっしゃいますけど、いや他にしがみつくものがないんで、仕事はどうですか、順調にやっぱり減ってますか、いやいやいや今の言い方だとおかしいでしょどうして8位取ったら順調に減るんですかやっぱ最下位、いや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 増えましたよ、増えましたか、学祭も僕ら1個もなかったのが増えましたし、はい、3つぐらい、学祭はやっぱじゃあすごいですか、もう学祭So much stress. Now a variety program. Sunday
さあこんばんは、太田プロの真珠軍人ロックスター有吉弘行でございます。東京半蔵門 JFN スタジオから生放送でお送りしてますサンデーナイトドリーマーでございますけれども、さあ、来年からのですねこの番組のアシスタントを決定する、ゲスナー投票が番組のホームページで始まっております。番組のねホームページを見てもらえば分かりますが、番組ホームページの一番上をクリックすればですね今年アシスタントを務めた11組の芸人から、芸人が出てまいりますので、その11組の芸人の中から1人を選び、投票してください。皆様の一票で有吉弘行サンデーナイトドリーマー来年のアシスタントが決まります。投票の締め切りは12月21日夜12時。選挙の順位は12月25日生放送にて発表いたします。皆さんどんどん投票してください。まあ、11人の、ね、アシスタント候補一応読んでおきましょうか。インスタントジョンソンの杉さんね、爆が小出、謎の女高松、そして、トップリード、ダーリンハニー吉川、デンジャラス安田、フート松原、ブラックパイナー SOS、 マシンガンズ、爆が鈴木、そしてアルコ&ピースということでね、総勢11組でございますけれども、まあねこれ誰がアシスタントなのか分かりませんけれども、期待したいところですね。まあ、あの人がなってほしいななんていうのは僕はね一切ございませんね。誰でもいいっていう感じですけれども、まあでもね、まあということで今月12月はですね、アシスタントはなしでお送りいたします。ちょっと待ってくださいよー、わあこらこら、もうちょっと短額も短額からじゃないですか。3分花粉あげて黙ってろって言うね。誰ですか？トップリードでございます。トップリードでございます。お願いします。トップリードですか、水間でございます。なぜトップリードかと言いますとね、はい、まあ今月総選挙ということで固定のアシスタントは特に、そうですね、いないんですよ。うん、でまあスケジュールが、まあ、12月師走ということでみんな営業だなんだかんだで日曜日は忙しいんですけれども、その中でもまあたまたまスケジュールが空いている暇な芸人をね、オーダーしましたらトップリードが来ちゃった。なるほど、うん、いや忙しいですよ。忙しいんですか。もう、入れていただきまして、まあ、だから本音言うとまあトップリーダーなんかも結構いつですかね、4月ですか、はい、だったりしますんで、ね、はい、結構もう忘れてるゲスナーの皆さんもいらっしゃるでしょうし、そうですね、ね、よくわかんない、思い出せない。いやそんなことないじゃないかな。思い出せないはちょっとやだな。なんかキングオブコントでもどんなコントしたか思い出せないみたいなね。ちょっと薄めのトップリードです。それはね、それを言われるとちょっとね痛いですけども、この中でね、うん、逆にその、キングオブコントに出たのは、うんうん、我々だけなんでね、決勝に出たのは。ちょっとまあゲスラーの皆さんにも思い出してほしい、思い出してください。僕らでまあそのなんかキングオブコント賞レースに出たっていうねイメージもありましたけど、アルコ&ピースも出ちゃうということでね、そうですね、ちょっとその辺、まあ先月でしたしね、ちょっと印象が強くなっちゃってると思うんですよ、アルコ&ピースの。ああそうですね、アルコ&ピースを期待されてた。だからちょっとやっぱりほら、うん、また記憶蘇って票数が伸びるようにちょっと今回、そうですね、ね、今日はそうですね、お願いします。ということで、だからまた来週からもまたいろいろ過去の、こうやってどんどん変わっていくんですね。なるほど、メンバーが来てくださいますので、リスナーの方も誰が来るのかお楽しみにしてください。はい、はい、まあ、お楽しみにっつってもね、はい、今まで来たアシスタントの連中しか来ないわけですから。いやでもね、楽しみな、すごいラインナップですよこれ。各々に楽しみなメンバーはいるでしょう。謎の女っていうのはどうですか。謎の女ですよ。謎の女高松。謎の女ではない。謎の女ではないでしょう。これ楽しみですね。今日たまたまね、なんかイベントでね、一緒になったの高松。高松がなんかちょっと MC してみたいな、俺がゲストでみたいなイベントがあったんですけど。もう完全に俺よしよししか人見知り大発動。うわもう人見知りさんをご無沙汰ですって来たけど、あどうもよろしく。うわ超怖えよ有吉さんの人見知り。そういうのビクビクするんですからね、そういうのは。超怖いんだよ。ということで、はい、今回はまあトップリードということでございますので、いきましょうか。はい、はい、有吉弘行のサンデーナイトドリーマー、今夜も最後までお付き合いください。
Night Dreamer Live on air。東京半蔵の JFN スタジオから生放送でお送りしてます有吉弘行のサンデーナイトドリーマーです。はい、アシスタントはトップリードです。よろしくお願いします。お願いいたします。すいません。さあ生放送でございます。メッセージ募集いたしましょう。はい、今週のアシスタントはキングオブコントで最低の順位を立てて出したトップリードさんということでこちらでございます。書いてあるっていうのが、ね、今年最低だった僕は目をそらしていたが先生は僕の目の前に来てこう言い放った。おはよう。おはようじゃねえの。何なんだこれ。てっきりモテ期なのかと思ったよ。先生にモテたのかと思ったよ。ただ挨拶されて いろんなとこに突っ込みたくなる。挨拶に何を使ってる。突っ込まなくていいのよ。これ癖になるから。そうですか。つけ上がるから面白くねえんだぞお前らはっていうこと言ってやる。笑っちゃうからいけない。そうか。ラジオのとびっこ、ピンサロ着たいから金貸して。いやまあまあもう一言なんちゃった。いやお願いメール。何だろう。友達に言え。心の叫びを。ラジオネーム不器用なサウスポー。寒い寒い。あーこたつ最高。分かんなくなってきたな。ちょっとですね、もう僕は飽きてきましたね。だろ。俺もとっくに飽きてきたね。俺も2回目ぐらいから飽きてたから、うん、FM 栃木小林、こんな女性の仕草にムラムラしちゃいます。雨に濡れた靴下を交換する姿いい。いいですね。いいと思いますよ。FM の部屋の目口、犯人はお前だ。違う、俺じゃない。俺は何もやってない。本当はやりました。うわーふざけちゃったもん。バルふざけだ。あかんねんだこれ。しっかり書いてますね。そうなんだこれ。固まろう。終わりましょう。終わり。どうしますか。スイナイトドリーマーLive on air。 さあ有吉弘行サンデーナイトドリーマー、もしガガのコーナーいきましょうか。はい、はい、もしレディーガガが日本の芸能人にツッコミを入れたら、それがもしガガです。ありがとうございます。何ですかそれは。ラジオネームファンタスティック原田。山田勝美さん、あんた体力余ってそうだから素手で東京タワー解体してちょうだい。暇だしね。いや暇じゃないでしょ。ラジオネーム超重ギガジャクソン。味噌の、いや人間だよ。FM 山口ブラブラブラする。山村もみじさんのあだ名。ドブ川で泳ぐアザラシ。綺麗なとこで泳いでるわ。いや泳いでないわ。アザラシを否定しろ。モナコの綺麗な海岸で泳ぐ。FM さん島根の長方形。中村獅童さんのあだ名、すぐホテルに連れ込む穴あきコンドーム。言うなっつうんだよ。ラジオネーム超重ギガジャクソン。アンのあだ名、体重を落として階級を下げてきたプロキックボクサー。ちょっとわかんない、ちょっと俺が悪い。ラジオネーム超重ギガジャクソン。石倉三郎さんのあだ名、3000年前の石の仮面。石倉三郎さんのあの仮面をかぶったら俺らも凶暴になる。ちょちょっと世界観。ラストにしようか。 FM サイン島根の長方形。稲葉浩志さんのあだ名、ビーズ稲葉さんのあだ名、はい、玉金チラ見せのど自慢。見せたことねえよ。ブレイク。Night Dreamer Live on air。 さ
は東京半蔵 JFN スタジオから生放送でお届けしております有吉弘行サンデーナイトドリーマー。メールテーマは今年最低だった出来事でございます。いいメールにはパンを差し上げております。はい、はい。ラジオネームブリブリザエコ FM 長野、最低だった出来事、会社の仕事量が減っていき仕事が1日で終わってしまうこと。え、うん、どういうことだね。どれぐらいの1週間ぐらいの仕事がってことですかね。ぐらいやったのが1日で終わっちゃうんだな。よくわかんないな。どういうこと、うん、大変なんだろう。仕事が最低だって言うんでしょ。最低なんだね。最低なんだ。仕事があるだけ幸せだけどな。幸せです、うん、頑張ってください。FM 宮崎ラガーマン、体育大会の前日に足首の靭帯を痛めたことです、うん、段を降りたから段をもうめちゃくちゃだなこいつ。ラガーマンだけあってちょっと文章が嫌だった。段を降りたから足から崩れ落ちました。段を降りた時にね、よくわかんない、はい、でもトップリードの崩れ落ちよりは大丈夫だったので励まされました。もうこれ向こうからいじったてもダメです。もうダメ。もう文章がめちゃくちゃダメ。大残念でした。一番ダメなパターン。お前噛んだじゃねえかみたいな。何お前今パンダだぞみたいな。あ、ちょっと聞こえなかったみたいな。噛んだだろみたいなさ。はい、はい、直後隣に座っているエプロン姿のお母さんに、これホットケーキですよねと小声で聞き、違いますと言われるや否や、それをかき消すかのような大声で、違うんだよ見た目で決めんなっつっただろうと怒鳴ってきます。おいバカオカ、感情入り混じりすぎだろ、情緒不安定か。そもそもな、わざわざお餅を出していただいてるのにホットケーキだと決めつけ、その店をなかったことにし、挙句動画のタイトルが見かけで決めてしまうあなたにって失礼極まりないだろう。錦織圭のエア系で股間を打ち抜かれた後、ウィンブルドンと叫べ。ちょっとあなたのメッセージはなんだ。長い長いです。ラジオネームモンド、和製デイブ・スペクターさんことテリー伊藤さんが今週の『スッキリ』で今年の紅白のサプライズゲストについて、レディー・ガガさんがいいですねって言っていました、うん、はレディー・ガガさんなんて呼んだらな、小林幸子とかぶって紅白だかなんだか仮装大賞なんだかよくわかんねえよ。紅白のサプライズゲストは有吉さんに決まってるだろう。白い雲のように歌いながらメガサチコさんに向かって感謝するから、あんたも一緒にスッキリしろ。できるわけないでしょ。ってこと言うんだよ。どんな紅白だよ。いやメガサチコにしてみればもう感謝っていうかもう目薬程度にしか思わない。まあでかいですからね。俺もやっぱ37歳にやっぱり射精量になっちゃってるから、うん、いや知らない。18ぐらいの時の感じじゃないよね。いや知らないですよ。少なくなった勢いは少なくなったんだな。FM さん島根の長方形、癒しのジャージー牛こと優香が年賀状もうそうです。頭が一番面白いんだよな。ちくりはね、あのね、そんなでもない。癒しのジャージー牛こと優香が年賀状作成ソフトの会見で、これまでは仕事の関係者には着物を着た写真を送っていて、プライベートの友達は20枚ぐらいですけど、全部手書きだったんです。その年の絵とも筆で書いていたんです。でも黒い筆だからどうしても地味になるんですよね、と言ってました。おい、ホルスタイン、プライベートの友達20人だと？それは地元に友達が一人もいない我らのおまんじゅうこと有吉さんへの当てつけかよ。かわいそうと思うならな、乳首に墨汁塗ってチクタクを取って有吉さんに年賀状送ってやってください。お願いします。お願いします。テンションがおかしい。最後のお願いしますメッセージなのかな。FM 長野おなきち、陰謀の天使こと小島春菜ちゃんが自身のツイッターでこれ言っちゃいけないって言うんだよ。何様のつもりでもないこのガラスの向こうに座ってみろよ。いやでも本当に竹井由美ちゃんはねちょっとまあ選択肢に入ってないんですよね。そりゃそうでしょ。なぜか教えましょうか、はい、若さんの言う通り、はい、来て
てないんですよ。いや、そうでしょ。そりゃそうです。さすが鋭いな。聞いてなくたって分かるわ。仲間鋭いよ。当てちゃうんすよね、僕こういうの。さすが、さすがやっぱり昼なんですの前説してるだけある。そうですよ、ね、毎週ね、金曜日やっております。あの昼なんですさ、2時間終わってさ、最後スタジオの外でお前らなんかみんなに挨拶して、はい、よし、はい、出てくるの待って挨拶します。あの時の顔死んでるぞ、2人とも。気をつけないと、南原さんとかナーバスになっちゃうかもしれないぞ。マジですか。もうちょっと笑顔で迎えてくんだけど、みんなを笑顔で、うん、2時間見っぱなしで、お疲れ様でした、最高の2時間でしたっつってみんなに言わなきゃだろう。ちょっとやっぱ疲れたな、2時間っていう顔してるもん。ああ、マジですか。それは良くないです。なんでこんなダメ出しを。リアルトーンでやめてもらえますか。元気にいこう。ということでね、まあアシスタント総選挙はね、番組のホームページ一番上をクリックすれば投票できますので、お願いします。本当にお願いするということでね。お願いします。本当にお願いします。いかがですか、久々ですけれども。はい。いや、なんかいろいろ忘れてましたね。このメールで今ちょっとガツンとパンチを食らった感じが、なんて言うと思ったかっていうね。懐かしい感じがいいですね。でもまあでも本当にそれこそまあ再会事件ですよね。事件、うん、まあここの番組で、はい、まあリスナーに向けて優勝宣言、はい、爆笑宣言しといて。まあ結果、グの根も出ねえ、最下位っていう、そうですね、ことでしたから、それはそうですね、本当にもうあれでかなりのリスナーが離れていきましたよ。この番組は嘘を言うんだなとか、いや言ってないじゃないですか。だって有吉さん、お前らは8位だっつって出ました。俺の表現は当たりましたけど、あの留守電超怖かったんですかね、本当に。だから最下位だったからもうこの世界辞めるのかなと思ったんですよ。その実力査定の場に出て はっきりしたわけじゃないですか。いや、で、まあ、ちょっと3028組の中の8位ですからね。そこを忘れてもらっちゃ困るんですけど、そういうとこですよ。まあまだね、ちょっとしがみついてるというかやってらっしゃいますけど、いや他にしがみつくものがないんで。仕事はどうですか、順調にやっぱり減ってますか。いや今の言い方だとおかしいでしょ。どうして8位とったら順調に減るんですか。やっぱ最下位。いや増えましたよ、ね、増えましたか。学祭も僕ら1個もなかったのが増えましたし、はい、3つぐらい。学祭はやっぱじゃあすごいですか、もう学祭キングみたいな。いやキングとまでがいかない、それは8位ですから。はい、キングとまでいかないですけど、3つぐらいですよね。3つぐらい。はい。学祭3つ。誰がアシスタントなんか分かりませんけれども、期待したいところですね。まああの人がなってほしいななんていうのは僕はね一切ございませんね。誰でもいいっていう感じですけれども。まあでもね、まあということで今月12月はですね、アシスタントはなしでお送りいたします。ちょっと待ってくださいよー、わあ。こらこら、もうちょっと短額も短額からじゃないですか。3分花粉あげて黙ってろって言うね。誰ですか。トップリードでございます。トップリードでございます。お願いします。トップリードですか、水間でございます。なぜトップリードかと言いますとね、はい、まあ今月総選挙ということで固定のアシスタントは特に、そうですね、いないんですよ、うん、でまあスケジュールが、まあ、12月始末ということでみんな営業だなんだかんだで日曜日は忙しいんですけれども、その中でもまあたまたまスケジュールが空いている暇な芸人をね、オーダーしましたらトップリードが来ちゃった。なるほど、うん、いや忙しいですよ。忙しいんですか本当に。営業も、入れていただきまして。まあだから本音言うとまあトップリーダーなんかも結構いつですかね、4月ですか、はい、だったりしますんで、そうですね、はい、結構もう忘れてるゲスナーの皆さんもいらっしゃるでしょうし、そうですね、ね、よくわかんない、思い出せない。いやそんなことないんじゃないかな。思い出せないはちょっとやだな。なんかキングオブコントでもどんなコントしたか思い出せないね。ちょっと薄めのトップリードです。それはね、それを言われるとちょっとね、痛いですけど、この中でね、逆にそのキングオブコントに出たのは我々だけなんでね、決勝に出たのはね。ちょっとまあゲスラーの皆さんにも思い出してほしい、思い出してください。僕らでまあそのなんかキングオブコント賞レースに出たっていうねイメージもありましたけど、アルコ&ピースも出ちゃうということでね、そうですね、ちょっとその辺まあ先月でしたしね、ちょっと印象が強くなっちゃってると思うんですよ、アルコ&ピースの。ああそうですね、アルコ&ピースを期待されてた。だからちょっとやっぱりほら、うん、また記憶蘇って票数が伸びるようにちょっと今回、そうですね、今日はお願いします。
ということで、だからまた来週からもまたいろいろ過去の、こうやってどんどん変わっていくんですね。なるほど。メンバーが来てくださいますので、リスナーの方も誰が来るのかお楽しみにしてください。はい、はい、まあ、お楽しみにっつってもね、はい、今まで来たアシスタントの連中しか来ないわけですから。いやでもね、すごいラインナップですよ。おのおのに楽しみなメンバーはいるでしょう。謎の女っていうのはどういうことですか。謎の女ですよ。謎の女高松。謎の女ではない。謎の女ではないでしょ。これ楽しみですね。今日たまたまね、なんかイベントでね、一緒になったの高松が。高松がなんかちょっと MC してみたいな、俺がゲストでみたいなイベントがあったんですけど、靴の割れ目。そんな感じしないじゃん。どういうこと、どういうこと。イメージがわかない。全然しないから。清水ミチコさんとかさ、はい、あと誰だろうな、ちょっと難しい。まあ清水ミチコさんってでもケツ白そうだよね。ケツ白そうな人ですか。清水ミチコさんがさ、はい、迫ってきたらどう。僕大丈夫ですよね。いける。全然いけます。うん、あ、もうそうですね。面白いから。面白いから、ど、いやーどうなんですかね。イメージがわかんねえな。清水ミチコさんよ。おいくつ、おいくつぐらいなんですか。50ちょっとじゃない。いやでも全然大丈夫ですよ。いける。いけますね。ちょっと意見が合わねえな。あれいけないですか。いや、そう、当然お前らもさ、うん、いやそんなんいけるわけねえでしょ、あんなクソババア。あれ何なんすか、あのクソババアって言うかと思ったら全然いけるっていう。すげえな、お前。それは、それは見通しが甘いです。それは、それはそういう展開にならない。なんかあれだな、やっぱお前らやっぱなんか権力とかさ、うん、そういうもんと寝るようなタイプだな。いや、そんなことない。俺は絶対寝ないよ、清水ミチコさんとは。いや、権力で寝るわけじゃないですよ。そうです。男と女というふうになれば、本当にお尻が白いのかなっていう。興味、うん、ありますよ。清水ミチコさんのケツ、うん、よく考えてみ。あなたから言い出したんだよ、これ。一生懸命考えて。ラジオネームファンタスティック原田。市原隼人さんのあだ名、うん、電柱に股間押し付け柿泥棒。ダメだ。なんだこれ。これいいなぁ。川柳みたいな。電柱に股間押し付け柿泥棒。いや、ちゃんと五七五で。いや、素晴らしい。まとめてきた。これいいです、ね。柿入ってるから入ってるね。ラジオネームロファス FM 長崎、うん。水川あさみさんのあだ名、剥がれやすいかさぶた。どういうこと。ちょっとまあでも水気はない感じするよね、水川って言われにはね。水川って言うけど水気がない感じしない。でもあの人ってちょっとサバサバしてる男っぽいしさ。ああ、性格的にってことですか。カサついてんだろうな、あれな。まあでもプライベートはカサついてるかどうかわからないけどね。潤ってるかもね。いや、まあ潤ってるけど、そればっかりやな、わかんないけど。プライベートは水川ですよ。水川ですよ。でも清水ミチコさんは、いやもういいでしょ、清水ミチコさんは。でも水滝ですからね。ただ言っとくよ、はい、俺は清水ミチコさんのことは大好きよ。うん、はい。だけどそれと性行為は違うっていうことを言ってるだけだよな。いやだから俺はツイッターでフォローし合ってるぐらいの仲だから。いやだから有吉さんがやれるかっていう話を始めたんですよ。俺はやらないですよ。インチキ来たーこういうことだよっていうのもわかんないけど、こういうのあるでしょう。まあ、うまい、うまいけど、ね、まあ、気がついてるだけマシっちゃマシなの。そうですよね。こうなってくるんですね。結局こうなってくる。はい。一ヶ月以上やってくる。なるほど。あ、そうなってます。FM 福井、アイアンショベル。すいません。注文お願いします。とりあえずサーロインステーキで。え？焼き方？ウェルウェルダンダンウェルダンダン。いやもうわっかんない。サーロインステーキーでよかった。もうそこにキー入ってんのにそれを飛び越して何度もウェルダンダンウェルダンダン。ひじきのコーナー。ひじきのコーナーですよね。ひじきのコーナー、まあ、いわばモテキのコーナー。モテキのコーナ ー, ー, ナー。ラジオネームとびっこ。スナックのお通しの定番です、マカロニサラダ。きたうわー、キー入ってねえや。
っぱ飛びっこってのも聞いたことあるもん。そんなことはないのよ。そんなことすることはないのよ。おかしいんだよ。ラジオネーム脳器具。黄色くてとても可愛い花です。タンポポポボー。あ、キターがポボーになっちゃった。崩すの早くないですか。崩れてくの早くないですかね。いやだから本当一ヶ月で終わりなの。これをモテキをやってる間はやらなきゃいけないってこと。いけないね。ね、結構もう辛いのよ。ごめんください。これきっかけにさ、やっぱラジオ終わってしまうんじゃないかって危機感があるんだね。そうですね。これリスナーも半分ぐらいしかついてこれない。そうなの。ちょっとでも画期的なコーナーかもしれないな。画期的じゃねえわ。ちょっと癖になりそうな感じある。ちょっといやでもすごい。もう少しだけ読んでいただきます。もう少しだけ、はい、もう少しね、はい、栃木小林。男のロマン、男の永遠の夢ですね。ロボットかっこいい。ほらもうこれ何なんっていうことになるじゃん。もうな、ほんとですね。何のコーナーなのか分かんなくなってきて。これはもうエコーのコーナーです。それは面白みは一個もないわけじゃないですか。ここにそうですね。でも何だろうな、このエコーとサンバに乗せたら、うん、面白く聞こえるっていう、はい、FM 長野ラジオネームおなきち。コメント記入欄にはちゃんとひじきのコーナーって書いてあるね。はい、そうですよね。コーナーに来たね。に送ってんのよ、ひじきのコーナーです。ひじきのコーナーに送ってくれてますよ。はい、朝歩いていると、向こうから先生が歩いてきた。一歩一歩。どこに食いついてるんですか。なりますよ。あ、久々に来てますね。FM 宮崎ラブ稽古。トップリードの2人がアシスタント総選挙で1位を取ってもらうために、お新妻さんのためにラップを作りました。あれ俺ちょっと知らないな、はい、そうか、はい、よ読む、はい、読むラップをしてください。ラップ、俺は新妻、起こす稲妻、どこでもめくるぜミニスカート、あだ名はニニ、乳首はビンビン、ついでにあそこもビンビン、キングオブコントで最下位、恥を知ったぜ本当に、ウケねえ売れねえ実力ねえ、実を言ったらチンコがねえ、みんなに笑いを届けるぜ、トップリード新妻だぜ。何これ。これさ、これ勝手にまた今読ませてさ、俺レッドカード出してやろうと思ってたの、うん、意外と面白かったの。この内容が結構クオリティ高いラップでしたよ。陰謀踏んでるし、よかったな。一曲いきましょう。一曲もうちょっと、あ、はい、AKB48 ノエルの夜。Send us a message using the form on the Sunday Morning Streamer homepage. www.jfn.co.jp/dreamer. Stay night dreamer.さあ、東京半蔵門 JFN スタジオから有吉弘行とトップリードがお届けしているサンデーナイトドリーマー。はい、続いてはひじき北です。何でしょう、これ読みますよ、ね、有吉さんが今はひじきをいっぱい食べて体力をつける、ひじきということで、あなたの〇〇期を教えてもらっています。このコーナーは映画モテキが上映している限り続きます。基本的にパンは出ません。トップリードに知られちゃった。何これ。つまんねえコーナーやってることが。つまんねえコーナー。これ超つまんねえんだけど。いやいや、じゃあ何で言われる。このコーナー違う。つまんないんだけど、一番メールが多いの。嘘。いっぱい来ちゃうから。まずとりあえずまず一枚読んでもらいます。ちょっとどういうものなのかね。モテキ来たーっていうの知ってるでしょ。はいはい。あれをなんか。で俺がそういうことよ。ひじき。じゃあ普通のリスナーとして聞きますねじゃあ。FM 栃木ラジオネーム小林。おでんの定番ですね。染み込んだ汁がじゅわっと美味しいです。がんもどき来たー。うわーはー、なるほど。ちょっとまあ黙って聞いて、まずちょっとまだ様子見ましょうか。これはね、面白くないんだよこのコーナー。本当に面白くないんだよ。一発目で分かりやすいやつから入ったんですよね。なるほどね、そういうことね。ラジオネームファンタスティック原田。喉が渇いた時はこれに限る。つぶつぶオレンジキきたー。オレンジキ、これだ。それがこのざまだ。
いや、まだまだまだある。いやいや、あ、そう、まだあると思って考えて、つぶつぶオレンジ切ってやってきたんでしょ。いや、大丈夫大丈夫。長野、次は大丈夫でしょ。おなきち、みなは最近寒くなったというが、僕は暑くてたまらない。汗っかき、きたいや、なんそのままだからな。サンバのリズムに乗せてるけど。なんだ、もっと面白くなるんじゃないか、これ。いや、面白くなんないんだ。なんないんですか。つまんないよ。FM さん、島根の長方形。どうもしっくりしないな。チンコの位置変える気。だから分かった、もう今分かった。木を入れる公園に入れてくるやつと、普通に木が入ってるやつがごちゃごちゃしてるからわけわかんないんでしょ。ああ、そう、モテ木の木か、つぶつぶオレンジ木って言ったりとか、汗っか木とか、よくわかんないでしょ。そう、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 こういうことで、だから FM 栃木小林、この水を飲めばどんな病気もすぐ治ります。こんな貴重な水、他では手に入らないですよ。インチキ、来たー。こういうことだよって言うのもわかんないけど。こういうのあるでしょ。まあ、うまい、うまいけど、ね。まあ、木がついてるだけマシっちゃマシなの。そうですよね。こうなってくるんですね。結局こうなってくる。はい。一ヶ月以上やってくる。なるほど。あ、そうなってます。FM 福井、アイアンショベル。すいません。注文お願いします。とりあえずサーロインステーキで、え、焼き方、ウェルウェルダンダンウェルダンダン。いや、もうわかんない。サーロインステーキでよかった。もうそこでキー入ってんのに。それを飛び越して、なんだろう、ウェルウェルダンダン。ひじきのコーナー。ひじきのコーナーですよね。ひじきのコーナー、まあ、いわばモテキのコーナー。モテキのコーナー。ラジオネームとびっこ。スナックのお通しの定番です、マカロニサラダ、きたー。うわー、キー入ってねえや。うん、やっぱ飛びっこってのも聞いたことあるもん。することはないのよ。そんなことすることはないのよ。おかしいんだよ。ラジオネーム脳器具、黄色くてとても可愛い花です、タンポポポボー。あ、キターがポボーになっちゃった。崩すの早くないですか。崩れてくるの早くないですかね。いや、だから本当1ヶ月で終わりなの。これをモテキをやってる間はやらなきゃいけないって。いけないね。結構もう辛いね。辻君とさ、はい、福田でさ、はい、とあと、まあ、あの滝沢とかさ、はいはいはい、吉川とか、はい、でさ、はい、ちょっとなんか飲もうかっつってんの。ラジオですよ。行きたい、行きたいです、行きたいです。お前来れる？あ、行きます、行きます。明日のスケジュール大丈夫、早かったりしない？大丈夫です、大丈夫です。行きます、行きます。じゃあ、またじゃあ後で吉川なりに連絡取ってもらうね。いや、ラジオですよ。何この電話。あ、有吉さん、うん、じゃあまた後ほど。今の話の流れから関係ない話でしょ。今ザ漫才の平子っちもダメだよ。普通の電話対応しなんじゃないよ。優勝宣言の候補ですよ。そうでしょ。そうだよ、そうだよ。さあ、うん、それでは、はい、アルコ&ピース酒井さん、平子です。有吉さん、はい、やっぱり番組の方もその電話で出演となると、出演的には酒井じゃなく僕に来るようになってるんですよ、これは。いや、ちょっとそれコンビ間のバランスも分かんないです。ちょっと声じゃね、特徴のないお二人なんで判断できづらいもんですから。そうですか。さあ、アルコ&ピースさん、はい、残りましたね、年間最強漫才師決定トーナメントに。いやー、でもやっぱりこの番組に関わらせてもらったおかげなんじゃないかなって。本当にこの番組のいい流れを呼んでくれるっていうか、司法試験になんか受かったリスナーの方もいらっしゃったじゃないですか。うるせえな、つまんねえな、長かったよ。毎回毎回つまんねえ長話しやがって、お前ら。まあ、でも今日はそれでもね、今のテレビ時代に向いてないの、お前は。いいか、平子。なお前ごときにな、そんなに時間取ってくれる番組はないぞ。だん、はいだろ。じゃあせめてこの番組で撮ってくださいよ。そしてな、平子、もう一つ言っとく。はいはい、この漫才コンテストには、はい、ブラマヨもフットボールアワーも
アンタッチャブルも、ダメ、ダメ、ダメ、オール阪神巨人師匠も出てないっていうことを肝に銘じとけよ。イライラと。なんだよ。これ。分かった。有吉さん、こんな電話かかってくんだぞ。有吉さん、俺今日誕生日なんですよ。じゃあお前家でパーティーしてんのか。いやもう終わりました。今嫁の実家にいるんですよ。どうだ実家は。嫁の実家に。じゃあ来れないじゃないかこの後。いや行けますよ、もう全部終わりましたもん。一通り。じゃあちょっと、はい、あれだ、もうちょっと時間ないからあれしてくれ、ザ・漫才で優勝するっていう宣言を。はい、あ、はい、私としてアルコ&ピース皆様のおかげで残していただきました。ゴンのように実直に、キルアのように冷静に臨めればと思っております。よろしくお願いします。優勝すんなら。はい、優勝してきます。よし、じゃあ俺が断言しよう。はい、アルコ&ピース、お前らはな16組中